がとう。こんばんは、みんなこんばんは。ペントークの徹夜むいじゃよ。こんばんは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 。結構気に入ってる。うん。ちょっとごめんね、最後ちょっと、最初ちょっと20位になっちゃったが。コンファミリー。これも面倒がいい。もう大丈夫だと思う。初めて聞いたんだけど、コンファミリー。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 最近多いよ。なんかね、あれじゃね、うさらがコラボしてる時の挨拶みたいじゃね。私が最近出します。ありがとう。大丈夫かいね。治ったかなって思うんだけど。ティーオルさんもいらっしゃい、遊びに来てくれてありがとう。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。帰れば誰かがいる生活自体はたまにのびしょみたいなね。早速始めていきたいんだけど、ちょっと待機来ちょる人お名前読み上げさせてね。うん。わくわさん、一番乗り待機ありがとう。私にお願い。ヘイストラさん、楽しみ待機ありがとう。下月さんも待機ありがとね。ナチさんも待機ありがとう。ハタタコンさんも待機ありがとう。キングはイベントマサさんも待機ありがとう。もちろん私のトレーナーである直吉さんも待機ありがとう。フヨセさんコンファーコンファー。私の頭の上に。あ、本当だ。見えてんじゃん。感情の可視化じゃね、感情の可視化じゃね。やべやべ、見えちゃいけないもん見えちゃってるわ。ショートカットキーしてないからバレちゃった。ほら、エイストラさん、それ私じゃないのよ。私じゃないんだよな。テルゼッタさん、遊びに来てくれてありがとう。レンズマリーさん、こんばんは。テルゼットさんは初見さんじゃ、すごい遊びに来てくれてありがとう。ゆっくり使ってね。いらっしゃい。やった。あとケントさんも遊びに来てくれてありがとう。あ、マサさんも初見さんじゃ、遊びに来てくれてありがとう。本当にこちら3人でね、わちゃわちゃしながら見るけね、楽しんで見に来てね、見てね。ダートだけはなれない。学長もありがとう。こんばんは。みんなもっと優雅に走れるよ。こんばんは。
直吉さん、カルティは仮眠すると見たときは寝坊がよぎったけど。まあ、予想通り一番最後でした。いやー、ヒロカーって起きました。ちゃんと起きた。シュナナイトストライカーさん、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。キューキューさん、初見さんいらっしゃい。あ、うちらの同時視聴の時からありがとう。いらっしゃい。いいな。元気そうでよろしい。よかった。ね。今日うちら3人ね、見てこの名札。アニメの名札じゃね。情報は世界規模だ。いいぞ、思った。かわいい。いや、これはもうコラボを待ったなしですね。ね。多分、馬娘になって耳生えてますよ、私にも。あ、私、一人だけ生えてないからな、耳。ほんとじゃ、早すぎるって。うん、カルちゃん早さそう。なんか素材ないかな。素材ないかな、あると思う、あると思うよ。心の目で見といてくれ。多分、馬耳生えとっけん。はい。じゃあね、次の2章の時にはカルちゃんお耳生えるってことじゃけんね、みんな。お約束。お約束、楽しみにしててもらって。はい、聞いて生えるかな、ね、猫耳だったらワンちゃん生えるかも。はい、じゃあ、今日は、3人でメインストーリーの第1章追っていくよ。イエーイ。トレーナー枠なんだ。そうトレーナー枠なのね。あ、そうなの？そう、トレーナー枠だから。そう、失敗率 30% でも平気で活かせるから、よろしく。アクノルライダーさん、初見さんいらっしゃい。サトレーニングがいいな。遊びに来てくれてありがとう。マジロマックなのに、どうしようね。シャルちゃんとカルちゃんがマックインちゃん持っとるんじゃっけ？いや、持ってるよ。うち持っちょらんじゃけど、2期の衣装を、ね、ヤッホー持ってる。私、ノーマルは持ってなくて、2期の衣装のやつは持ってる。うち、ちょっとあれだね。うち、じゃあ、このメインストーリー終わった後、地獄のガチャマウスになるかもしれないですよ。でも、シャルちゃんとね、1周年記念までジュエル食べて、一緒に回そうってお約束しとるから。そう。私今ね、それ聞いてめちゃくちゃ貯めてるから、今多分4000ぐらいあるから。あ、ほんと？じゃあ3人で回そう。4000少なくない？うえぇー、うわぁ、うざい。出なかったんだよ、頭をクロス。ね、ほいでどっちもね、なんかね、今回のメインストーリーってミッションを解放せんとあかんって言っちゃったから、ちょっとストーリーはちょっと飛ばしで、解放だけちょっと先に済ませております。ほいで、配信のこの画面設定するために、ちょっと1話とね、2話だけはうち目通しております。3話からは初見になります。わーい。はーい。ほいじゃ。第1章始めていくね。でね、一部テキスト読まんにゃいけんところがあるから、うちが頑張って読みます。おお、頑張った。助かるんだ。じゃあ、行くね。いい。あ、骨の人さん、マックイン、ちょっと待って、みんな。なんでみんなマックちゃん持っちゃるの？ずるいよ。はい、なんか、なんだろう、ここ、無意逆ですか？むいちゃんに引かせてあげてほしい。あ、白黒宮さん、初見さんいらっしゃい。ね、今から始まるから、ゆっくりしてってね。アーカイブ見てくれて本当にありがとう。Thank you. ありがとうだー。じゃあ、横画面の。見てくれてるって人、多いね。めっちゃ嬉しい。うん。3人ですごい盛り上がったもん。面白かったもんね、面白かった。え、だって今さ、今でも同説50人いるよ。すごくじゃあ、全国の有名なの皆様が今。やば、有名 VTuber やん。やった、初めて行くよ。競馬場に。ゴーゴー、はい、もう左上のこの、なんだろう。画像、映像だけでもう、鳥肌なんだけど。いや、わかる。ねえ、なんじゃろう、どこのシーンにつながるかが楽しみじゃね。ええ、大歓声が沸き起こります。ドリンクルスイーツのグランプリレース
るよ。おぐりちゃんじゃね。うん。注目は8番のオグリキャップ。今日がツインクルシリーズでのラストランとなります。怪物の異名で呼ばれている。お腹出てるイメージしかない。ねえ、アニメでいっぱい食べちゃうもんね。アニメすげえ役だったからな。ねえ、ずっと食べてばっかりだったもん。絶対知らないし。知ってるから。ね、ああ、マックイン天使。もう、あなたも声を出してくださいませ。可愛い。やばい、もうね、マックイン見たらさ、天陽、私の記録どうでした？ね、天陽、やめて、やめて。もうそれだけで。天陽っていうあのイントネーションが私の中でとても。この天王ちゃんはちょっとアニメの天王ちゃんとあマックインちゃんとは違うみたいだね。マックインちゃんは、そうだね、目の前で見るために。意外とちょっとアニメと少し違ったのね。ねえ、オグリちゃんを応援してるっていうのなんか違うもんね。オグリ、オグリ、期待を力に行くぞ。あ、ミドギさんいらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。ヨタロウさん。ヨタロウ。初見さんじゃね。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。嬉しいだよ。嬉しいだよ。いやか。最高だよ、この表情。ね、飯食ってる時でも無表情なのに。これはいい。ね、その時こんな顔すんだね。ね。本当じゃあれさね、映画みたいなすごい。うん、ねえ、先生アニメじゃ本当に、これ、ねえ、普通に見れてええんじゃろうかって気になって心配になっちゃって。ねえ。おまわりがまさかの無料ですって、本当じゃねえ、無料なんね。そんなわけないよね。ほいじゃほいじゃ、次無料いくよ。再生。はい。ねえ、これがゲームと思えんね。アニメじゃ。うん。達也さん、弾丸ドラゴンさん、いらっしゃい。いらっしゃい。熱気が充満し、人でぎゅうぎゅう詰め状態の中山レース場。あ、ちょっとオートになってるね。私はメスロマックイーンと一緒に、人混みをかき分けるようにしながら、最前列を目指していた。うちあれじゃ、サブトレーナーさん、トレーナーさんじゃないね。誰してんのだろうね。ゴールの瞬間を見逃しでもしたら一生後悔することになりますわ。なんかでもこの、ね、だったらあのままチーム関係者席で見とればよかったんじゃ。言いましたでしょ、オグリさんの走る姿を、勇姿を目の前で見たいと。いや、娘の声って本当すごいよね。この感じはすごい、マックインちゃんとね、本当にあのすごい、ちゃんとしとる感じ。読み上げるならオート切るわね。ちょっとね、あの字幕の都合もあるから、ちょっと読んだ方がね伝わると思うから、ちょっと読ませてもらうね。みんな私のためがちょっと隠しちゃってすまん。ああ、もうゴールしてしまいます。ほら、私の手に捕まって。え、言うなりメゾロマックリンが私の手を強引に掴む。ほら、ウィが始まるやつだ。瞬間、ものすごい力で前方に引っ張られ、一気に視界が開けた。すごい引っ張られてしまうんじゃん。オグリ先頭のゴール！オグリ一着！オグリ一着です！オグリ先頭も史実。これも、オグリキャプテン、トゥインクルシリーズでのラストランを奇跡の勝利で飾りました。これも史実な、すごい。ね、かわいい。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 その時目に飛び込んできた光景を、私は一生忘れないだろう。それは奇跡に立ち会えた瞬間だったのだから。すごい、すごいですか。いいな、この。わあ、すごい。え、ちょっとタッチ変わるんだね、ここね。ねえ、すごい。ね、これが大栗さんの。オグリ、なんかかっこいいじゃん。お腹出てないよ。お腹出ちょらんね。そちらしたるよ、でも。シュッとしてる。そちら。うん。ここの観客数が最大なんだね。スーパースターも史実。実況もみんななんかすごいちゃんと元ネタあるんじゃね。
すごいよね。私ゴルシのやつしか見たことないやん。最近は負け続き、特に前走は11着に沈んで、オグリはもう終わったなんて言われちゃったのに。オグリにも俺にも意地があるからな、終わっただなんて言われたら逆に燃えるってもんだ。誰ねって、誰ねってすごい急に死亡時が来たね。仙台トレーナーさん、お疲れ様です。トレーナーさん、ちょっと待ってって感じ。うつびっくりした最初。トレーナーさん別の人ぞね。オグリちゃん6着11着から1着になったん、すごい帰り酒じゃね。声をかけてきたのは私たちのチームのチーフトレーナーで、私にトレーナーとしてあれこれ叩き込んでくれた先生だ。この道30年の大ベテランで、大ベテラン、今回の有馬記念を最後に現役を引退することになっちゃるけど、引退はまだ早いですよ先生。そうですわ、だってトレーナーさんもオグリさんもこんなに素晴らしいレースをしたのですから。おそっちさんもすごいテレビで見た時泣いたって言ってる。やっぱすごいここ目安いなんだね。聞いてくださいこの大歓声を。大変オグリ、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 会場が揺れるほどのオグリコールです。サンジのコールが会場に響き渡っています。安心感あるよな多分オグリ走ったらね。オグリちゃんすっごい強そうじゃもん、やっぱり。うん、いいよ。10万人を超える観衆がオグリキャップの走りを心から称賛している。それはつまりオグリキャップの走りを引き出した先生の仕事とも完璧じゃったってことで、先生にはまだそれだけの力があるってことの証明で。本当じゃねえ、これでやめてしまうのもったいないね。ねえ、いや、あれはもう限界だよ。いやでもなんか本物の大馬さんってあれやろ、全力でずっと走るけんもなんか引退することに時にはガタガタになるらしいね。ああ、なんか完全燃焼しちゃう感じ。ゴールドシップだけは引退した後の健康診断全く問題なかったらしいよ。なんで？いや、今なんかね、いや諸説では手を抜いて走ってたのではっていう。うん、あんなにすごい走りしてるのに。ね。だからゴールシップすごいんじゃないかっていうのをちょうど昨日見た。いやー、ゴルシさんすごいんじゃね。ゴルシしか見てないんだけど。半分人間だもんね。きっと調整してるんだよね。ね。あ、ティオルさん、オグリのやる気出すためにお父さんの育てた馬と並走させた、すごいいろいろトレーニングも工夫しちゃったんじゃね。うん。あ、打ち叩かれた。勢いよく背中を押される。先生の作ったチームシリウスにトレーナー見習いとして入れてもらい、うん、ひたすら勉強させてもらった2年間。シリウス。迷ったり弱気になった時、先生はいつだってこうやってカツを入れてくれた。しっかりとマックイーンの支えになってやれ。菊花賞を勝って今のマックイーンは成長のピーク真っ只中。真っ只中。お前とマックイーンのコンビなら間違いなく G1 戦線の中心になれるはずだ。あ、遊び人の銀さん、初見さん、いらっしゃい、こんばんは。今ね、始まるところだよ。はい。そうですわね。サブトレーナーさんはちょっと頼りないですから。逆にこの私が支えて差し上げますわ。あら、どうしましょう。頼りない。私は春の天皇賞に勝てば、少しはサブトレーナーさんも自信がつくでしょうし。春の天皇賞。ぬぬ。どうぞご期待くださいませ。早速尻に敷かれちまってるじゃねえか。けど本当に楽しみだな。うん、負けとらん。トレーナーとしての威厳が。俺の作ったシリウスがどんな風に変わっていくのか。こんな感じで接してもらえるならそれはご褒美ですね。ね。我々の業界としては。うん。はい。あ
そうなんだ。なんかゴルシーなんか体柔らかいって言いよったもん、ね、ああ本当じゃすごい大事に育てられちゃったけすごい怪我せず健康に終えられたんで、うん、いや仲良かったらしいからね、うん、なんか飼育員さんみたいなところ、ね、本当にマッサージされてんだってそうなんだ嫌われてたみたいなのもあるよね話どっちどっちなんだろうねうちはあの山の中に置いてきぼりにしたってあちょうどそれを見たあなんかテンション上がりすぎて置いてかれたっていうねね茜色が混じり始めた中山レース場の空の下、ね、私とメジロマックイーンの声が響き渡ったのだった。おー3話こっからじゃねえうちも3話、うん、いきなりピンチチーム解散の危機やば出落ち感すげえんだがねえシリウス？あそっかあの調教師さんのことを嫌ってたのかでもだってな懐いちょる懐いちょる人を置いてきぼりにしとるがいやそうそうそうね感動の有馬記念から一夜明け新参チームシリアスの角ではチーム解散ってどういうことですの早速じゃねそうねメジロマックイーンの絶叫からスタートしたのだったもう目力いいんだよな実は他のメンバーが移籍してしまい、うん、このチームにはマックイーンさんだけが残っているという状況でした廃部になっちゃう一人まさかのぼっち。いや確かにマックイーンぼっち説あったけどな、私の中で勝手な妄想だけど。なので新規メンバーが増えない。友達作るの苦手そう。ゴルシさんがすごいね、かまってくれちゃったもんね。そう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 。たった一夜にしてチームが物気の殻になってしまうだなんて。皆さんゴルシあまりに白状すぎますわ。かわいい。ゴルシがかわいい。ねベテラントレーナーさんがおったけじゃろうね、多分。そっか。骨の人さん、あテンション上がって、あそうよね、きっとそうよね。なんて孫がいて、うん、それに会うためになんか孫も一緒の大会フランスで走るってなって、それが楽しみで森に置いてきたんじゃなかったっけ？確かフランスなんだね。しかも凱旋門賞の時ってこと？うん、かな。なんかその話聞いちゃうと本当に大間さんって賢いん。かななんちゃろとてもじゃないけどすごいなんか本当になんかあのねウェイみたいな感じですごい笑ってしまうねそんなテンション上がって置き去りしちゃうんじゃんと思ってそこトラゴンさん書いてくれてるそう調教師さんにキスされて目のハイライトが消えたみたいなそれ見た見た見たまあまずは落ち着こうよ落ち着こうよ。どうしてあなたはそんなに落ち着いていますの？あ、そう、こういうこと言ったらもうなんでですなって絶対言いそうだと思った、うん、受け継いだチームがなくなってしまうかもしれませんのに。あ、それはちょっとやだ、いつもやだ、シリウスねえ手綱さん、これってすぐに解散になってしまうんですか？いえ、今回のようなケースは初めてですからいきなり解散しろってことにはならないと思いますが、ただそれはあくまで一時的な猶予。どのくらい猶予期間がもらえるかは運営側と話してみないことには。理事長先生でもどうにもならんね。うん、どの道急ぐ必要があるわけですね。秋川理事長、はい、ね、チームを引き継いでいきなりこのような状況になってしまい、マジで一回も出てこないから。うん、委員長には頑張ってもらいたいですね。上等でしょ。カードあるんだね。チームメンバーなんてすぐにでも集めてみせます。ああ、そうだね。あの確定のね。私は名門メジロ家の馬娘。このくらいのトラブル、お茶の子さいさいで解決してみせますわ。マックインちゃんすごい頼もしい。よかった。最後に残っちゃったのマックインちゃんで。ね、これがゴルシちゃんとかだったらやばい。やばいよ。何も終わんないよ。すごいなんかアニメと全然演奏違う。なんだろう、いつもこの辺の役回りね、あのゴルシちゃんとかウォッカちゃんとかね、ダスカちゃんとか ちゃんとかね、やっちゃるイメージだね。スペちゃんとか
未勝利の方でも大歓迎。アットホームなチームですわよ。アットホーム。あ、良くないやつだわ。ざわざわざわ。未経験。風通す。アットホーム。私が煽ってるのはお茶飲んでる時ですよ。上向いてる時はお茶飲んでる時。すごい、マックインちゃんのテンションが。ねえ。安いですわよじゃないんだよ。安いですわよ。おばけちゃん、いらっしゃい。はじめまして。初見さん、いらっしゃい。いらっしゃいませ。アーカイブありがとう。見てくれてありがとう。しかも今ならもらなくチームシリーズのメンバーになれる特典付きですよって。いや、やばいやつだって。忍者の方が先に来ちゃダメじゃね。シリーズに入るのが特典になっちゃダメじゃね。目キラキラしてんのめちゃくちゃ可愛いな。可愛い。これは加入なし。この私が勧誘してるというのに、まあ、あれなんだよな、多分頭いいんだろうけどバカなんだろうな。ね、さっきの表情すごい、なんかもう笑ってしまう、すごい可愛い。自信満々だから余計に、ね、入るよねみたいな、キャキャキャみたいなことするんだけど、一人も入んないっていう。なんかすごい、ゴルちゃんが気に入った理由すごいわかるよ、これ見とると、なんかからかいがいがあるんだろうな。ねえ、まあトレーナーが戦前になってメンバーも一気に抜けたチームにわざわざ入ろうなんて普通は思わんよ。じゃあ、何冷静に分析してますの。もっと危機感を持ってくださいまし。うわ、ほんとじゃあ人られた。ねえ、もう2人、せめて2人3人は欲しい。いや、これでも危機感は持っちゃるつもりじゃけど、私のことを信じてチームを託してくれた先生の期待を裏切るわけにはいかん。とはいえ、会員を続けたところで今のシリウスに入ってくれる馬娘はおらんのじゃないかと思う。もっと別の方法を考えると、馬娘たちが入りたいと思ってくれるようなチームにするために、何かを、人参ハンバーグ、人参ハンバーグやな。人参を物質まで並べて置いていかないと。そうだね。何かしか捕まんないんだよ。そうだね。見たよ。そのスペシャルウィークは捕まるやろ。ねえ。それはそうと、今日の会員はこのくらいにしといて、そろそろトレーニングを始め。あ、トレーニングでマックちゃんが頑張ってるところを見せたらすごい来るかもしれん。確かにね。そうですわね。イオちゃんが来るよ。勧誘に気を取られてトレーニングをおろそかにしていたら泣いちゃうよ。では準備をしてまいりますわ。私とメスロマックイーンの一番の目標は、4月末に行われる天皇賞春 3200m の超長距離戦、あるじゃん、2周するやつじゃん。そう、スタミナが足りないのよね。ほんと、うちもあれでスタミナ強になったね。スタミナ強。あらゆる持久力が試されるこのレースに向け最善を尽くすため、私はフォームの改良を提案してみた。走る時のフォームって大事じゃもんね。すごいね、かっこいいよな、でもみんな走るときの。コーナー終わりのタイミングで、もうちょっと左足を意識してみて。右よりも左足で強く地面を蹴るイメージで。あ、すごい、うちちゃんと指示できとる。よかった。みーちゃん、これまさにさすが。さすがだ、さすがそこ。ねえ、あの、本編のゲームであんまり指導しとらんからすごい新鮮。いつもなんかのゴルフちゃんとかがなんかやらかして、あ、これ練習に使えるかもってひらめいて終わって終わりじゃない、うちと。じゃあそこは意識しつつトラックを3周、今日はそれで終わりにしよう。あと3周だけですか。なんかあんまりマックイーンちゃん全然3周走っても余裕そうな感じだけど。私マックイーンね、スタミナはめっちゃあるイメージなんだよな。ね、なんかあんまり汗かいてる感じじゃない、すごいね。中長距離適正だったよね、確か。
今はボームをいじっている最中だから、思ったよりも体に負担がかかっちゃると思う。ここで無理するのは良くないけん。なるほど、承知いたしましたわ。もし不満があったら遠慮なく言ってね。押し付けのトレーニングはしたくないけん。いえ、トレーナーさんの指導は理にかなっています。ですから不満なんてありません。そう言ってトラックへと駆け出していったメジロマックイン。うわ心配、大丈夫かな。なんかちょっと目線離されたね。ちょっとその横顔にはかすかに不満が浮かんでいるように見えた。わあ、あまり納得はしてないんだろうな。もやもやして練習に身が入らないやつだ。先生のトレーニングに比べて物足りなさがあるのか、それともまだ信頼関係が築ききれちょらんのか。で、あの月城さんね、目の演技すごいね。このムービー、耳のあのパタパタはためくところとか。メジロ牧場、メジロ牧場って言うんだ。メジロ牧場を重視してたんだ。へえ。うん。さっきあのご連想さ、ね。うん。メンバー集めといい、私のチーム運営は。まだまだ問題が山積みだけど、絶対に乗り越えてみせる。私は気合を入れ直したのだった。ああ、どうなるのこれ。結構大変そう。やべー、苦戦したくなってきたまだ二人目でちょらんよ。全然影も形もでちょらん。本当よ。あ、いや。あ、アリュウさん。アリュウさん、お疲れ様です。いつからサマステような関係になっちゃったんだろう。サマ娘はいいぞ。これは練習試合かね。あと、レースがここであるんだね。そう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 。うん、最初楽だったのにさ、レース後からめちゃくちゃ勝てなくなって困ったことがある、うん、詰まっちゃう。マックインちゃんじゃないんだよね。ちょっとこれはちょっと飛ばしちゃってもいいかなって思ってる。幼稚園、いいと思う、うん、いいと思うよ。はい、最後だけ勝て、最後だけあれすればいい、うん、そうだねはい。ねえ、テルゼタさんね、ほんとメインキャラ欲しくなった、仕方ないよ。うん、この中でマックイン持ってないのって誰でしたっけ。うん、いやむいちゃん、どうせ引くでしょ。一緒なんで、一緒なんで、一緒なんで頑張る引くでしょ、むいちゃん、どうせめっちゃ地獄の鬼引きがあるから ね、うん、ね。あ、そうなんよ、ヘイストラさん。5章ね、みんなで最後まで見たいけど、ちょっとレースだけはちょっともうレースだけメインでちょっと先に全部解放してるけんね。今日はちゃんと一気見できるよ。ちょっとあの負けて次の話進めんってことにはならんよ難しいよもんね。あの日以来、私とメジロマックイーンは勧誘とトレーニングを繰り返す日々を過ごしていた。あ、安いよ安いよなんかあっさりね、マックイーンちゃんみたいな子が勧誘しとったらすぐにこう来てくれそうな気持ちがあったから、秒で行こうよ。ねえ、しかし勧誘の成果は現れず、未だチームメンバーはマックイーン一人のまま。それはそれで問題なんじゃけど、今一番の問題はなんで？まだあんの問題。夜間誰もいないトレーニングコースで。いけ、オーバーワーク、オーバーワークダメじゃん。リコちゃんの時も、うーどうしよう。夜間誰もいないトレーニングコースで一人自主トレに励むメジロマックイーンのことだった。ここからはもう少し早いペースで。やはり私のトレーニングメニューだけでは物足りないらしい。ここのところ毎日この調子だ。けど今は春の天皇賞に向けて基礎を固める段階。ねえ、あのカルちゃんがさっき話しとったじゃないけどね、ほんと体大事にせんと、ここで無理したも怪我のリスクが増えるだけ。
いやーもうだ下がるよ。あーもうだって2期のあの話を見ちゃうともう怪我が怖くて怖くて、ね、そうそう、いやーしかもマッコちゃんだから余計いやそう、いやもう骨折は癖ついてるみたいなやつ見てさ、もうてか10話ね、辛かった10話、あー10話勝手なことはやめてほしいというべきかねえダーボスさんすごい良かったよね。ボロボロない、なんかあの後も何回も見直したもんねえ、ごめん読み上げ止めちゃってあ大丈夫だよ。それとも彼女が満足するよう、トレーニングメニューを変更すべきか。にゅー、あ、ディオールさん、ディープインパクトの調教師と同じな。マックイーンさんすごいね。ディープインパクトもすごい有名な大間さんだね。私は絶対に勝たないといけないのですから、うん、いいねえ、インパクトはめっちゃ知ってる、ね、うん、うちも競馬知らんくてもうちも知っとる、うん、前は知ってるぐらいだからな。何が一番いいやり方なんだろう、先生ならどうするんじゃろうか、悩みは尽きんかった。うー、トレーナーさん大変じゃん。あ、翌日トレーニングの準備のため、はい、トレーナー室へ向かうと、あ、マックイーン以外に見知らない馬娘がいた。こんにちは、トレーナーさん、お邪魔してます、うん、大きいね、やっぱり身長あなたはチームへの合流希望さん。やばい、私ウイちゃんの純粋さが眩しかった。私ねちょっと言おうか悩んじゃったけど抑えきれなかった。いやでだってめっちゃでかかったやん、申し訳ないけど身長身長何がとは言わないけどね。あ、まあまあまあ、身長も、ね、あ、なんでもなんでもないなんでもない、うん、やばい、これがこれが坂。あ、おさっちさん、チャンネル登録とフォローありがとう。ナイスー、おさっちさん、カルちゃんとサルちゃんよろしくね。概要欄にねリンク貼っとるから、みんなやらぴかやらぴか。いやーで、何がでって言ってんだ、あ、何がでって、まあ身長ですからね、でかいの。そうそうあ、でもあれじゃね、カルちゃんの言う通りじゃね、本当に見比べちゃダメって分かってるけど、あのね、マックイーンと並んだ瞬間に分かりやすさがすごくてさ、ねえ、残っつ、うん、そうなんだよな。いやもうそこしか目いかないじゃん、もう。いやだってだってさ、いや待って、影見てみ、影くん、でも影見てみ、ここね、いやここね、絶対見るって、ここね、カーソル、カーソル草カーソル合わせたの見ちゃったかな。邪魔者はとっとと退散させていただきます。いやでもね、マックイーンはやっぱりね、なくて正解。私は邪魔者ですから。そうだね、それは会社決定。邪魔者じゃないんだけどな。いやー本当に、あ、ライアンちゃんとマックイーンちゃん同い年なんじゃん。同い年なんだ、うん、怒っちゃる。マックちゃんのね育成でもね、そこの二人めちゃめちゃ何やるのね。ライアン、通したことないな。ライアンとあなたがどんな内緒話をしようが、私には関係ありませんし。めっちゃ怒っちゃる。なんで怒っちゃるんですか。にゃんこさんごめんなさい。だってだって大きかったんだもん。いや、指いっちゃうじゃんな。ですから、どうぞ。これね、何が悪いかってね、マックイーンも悪いと思います、私これ。それはひどい。それはひどい。並びを作った人が悪いですね。あ、追い打ちかけてんじゃねえよ。考えてないのに。いやーでもね。ライアンちゃん悪い子。思いで話して。意外といったから。マックイーンのことです、ね。いい子なんだけどな、本当。うん。多分トレーナーさんは気づいてると思いますけど。そんなドアップ昔恋距離やめてくださいよ。すごく無理してますよ。めっちゃ好きになっちゃう。夜の自主トレのことじゃねえ。やっぱり気づいてましたね。うんうん。マックイーンの言っていた通りの人です。ライアン優秀なんだ。え、育てようじゃ、ね。ライアンって短距離、中距離、長距離。馬娘のことをよく見ていて。適正距離なんだ。中距離なのかな。うん。ああ、中距離なんだ。マックイーンはトレーナーさんのことを。結構中距離枠って多くてさ、うち
え、多いよね。ジャイアンさん、中距離じゃって、マスさんが教えてくれとる。中距離、あ、天球も中距離なんだ。私は最後までいや、めちゃくちゃね、枠多いんですよ、中距離。逆にダート、私、ダートいなくて。そう、ダート距離がね、少ないのよね。どっち、おぐりちゃん、おぐりちゃんがおる。悔しい。いいな。私、まともにいて規定持ってんのあれよ。春、うららしかいないから。あ、そう、うららちゃんかな。教えてくれてありがとう。ね、ライオンさん、中距離。ライオンちゃん、でもすごいパワフルなイメージあるけど、すごいダート走りそうなところあるよ。確かに。エルちゃんがなんかダート得意だよね。うんうんうん。あと、あれじゃね、うららちゃんね。うん、ね、そんなことを私はてっきり、まるで信頼されちょらんと思っちゃった。だからトレーニング内容に不満があっても黙って自主トレをしとるのだと。とんでもない、もう信頼しまくりです。え、ただそんなトレーナーさんに隠れてでも無理をしてしまう理由が天皇賞にはあるんです。私たち目白家の馬娘は適性によって期待されるレースが定められてまして、もしかしてさっきコメントで教えてもらったやつかな、すごいこだわりがすごいみたいな。私はクラシックを期待されましたし、うん、あの子はステイヤーの適性があるから天皇賞での勝利を期待されました。そして、天皇賞は目白家の大黒柱であるおばあ様とおじい様の思い出のレース、すごく特別なものなんです。アニメでちょっとおばあ様じゃねえ、おばあ様貫禄のあるおばあさま。ねえ、声が強かった人じゃね。人一倍その責任を背負い込んじゃってて。目白家。あ、ライアンの声優さん、ライアンさん育成してるの。え、なんそれすごい。なっちゃええな。いいね。だから毎晩自主トレしとるんじゃね。不安なんだと思います。天皇賞で勝利するというプレッシャーに加えて、最近は。チームも大変になっちゃって。マックイン、真面目な性格だから責任も感じてるんだと思います。いやー、ライアンちゃんめっちゃいい子なんだけどさ、損してそう、めちゃくちゃね。ゴルスさん呼んであげたい、早く。化粧に振る舞ってはいるけど本当は不安で、あー、それを紛らわせるための自主トレじゃったんじゃん。だから、まあ、あるよね、不安だから。無理しすぎる前にトレーニングするみたいな。教えてください。あれじゃね、あのテスト勉強の期間中にあのお部屋の掃除するみたいなやつじゃね。それまた別じゃない。やるけど、わかるけど。わかるけどね、とてもわかるわ。ね、無理しすぎる前にマックイーンのことを止めてください。止めんとね。トレーナーさんからちゃんと勉強だよ。マックインはライアン、君も目白けだ、頑張れっていう言葉、コメントがめっちゃ好き。うん、いや、それな、お前も目白けなんや。マックちゃんがね、目立っちゃうからね、やっぱね、他の子もね、頑張ってほしいのよ。本当さ。ねえ、分かったよ。あと選択肢の場所が悪意あるんだよな、さっきから。目線に選択肢がしてるわ。気になって仕方なくて。全く私は何をしちゃったんじゃ。環境の変化に戸惑って肝心のマジラマックイーンのことが見えちょらんかった。ありがとうライアン、大事なことをいろいろ教えてくれて。どういたしまして。いいの、すごいライアンちゃん好きになりそう。いい、かわいい。いや、もうほんとこういうの見ちゃうとダメ。大事なライバルでもあるんです。マックイーンのことよろしくお願いします。好き。任せて。ね、頑張らんといけん。頑張ろう。ちょっと待って。ちょっと待って。なんか、もう嫌な感じ。なんで、ちょっと待って。なんでベッドにいるんですか。なんでお花が積んであるんですか、そこに。なんでだ。なんでだろうね。サムネで、サムネでネタバレすんのやめてもろて、もう。本当にもう。その日の夜、メジロマックイーンと話し合うため、トレーニングコースへ向かっちょると。あ、トレーナーさん、やっと見つけました。
さすなさん、こんな夜遅くまで働いてから大変じゃん。ね、なんでそんなところにいるんですか、タズナさん。意外と足の速いタズナさん。便利キャラ扱いされすぎてやばい。ねえ。ライアンちゃん、ライアンちゃんはすごい、あ、みんな人気、ストーリーも素晴らしいので、ぜひ育ててみてくださいじゃって。あ、キングちゃんの次、ライアンちゃんにしよう。いいね。チーム解散の予定について進展がありましたので、早めにお伝えしようと思いまして。元ネタの大間さんがいるそう。そうなんだ、タズナさん。じゃあ、タズナさんじゃあ、ウマ娘？あ、帽子外したら実は耳生えてる説。それはあるかもしんない。それって。タズナさんだって、ウマ娘追っかけられるぐらい足早かったよ。それはもうウマ娘なんだよな。じゃあ、何、あのさ、クライマックスで、あの、私を超えることができたらねとか言ってバッてなってバッて過ごすかもしんない ね、 ね、瞳の色変わるやつじゃん。ねえ、お出かけ TV 見たことない？タズナさんのあのお出かけの一かに、ね、めっちゃ飛ばしながらね見てる。あー、タズナさんの私服はあつも見たい。すっごいドラゴンさんすごいわかるよ。ナイキシャトル追い詰めてたよ、タズナさん。そうでしょ。ね、どうなりました？そうです。あまずはご安心ください。上半期いっぱい6月末までは待ってもらえることになりました。今何月？1月あと5ヶ月4ヶ月。協会としてもウマ娘がレースに集中できることが最優先事項ですから。4ヶ月って何人集めたらいいんじゃろう。霧のいいタイミングまで待とうと判断したみたいですね。よかった。それならメンバー集めは一旦忘れて春の天皇賞に。そうじゃね、なんか今二頭追うものじゃないけど、ちょっとどっちかを頑張った方が良さそうじゃね。一人でできるのに限界あるよ。うん、ありがとうございます。天皇賞に集中するよ。私はただの伝言役ですから。でもよかったですね。優勝したら入ってきてくれるはずだよ。まだ春の天皇賞。本当だね、本当だね。頑張る。前世で1200あるのやばいって。ただのゴリラじゃん。すごいね。最強、最強よ。いや、多分。横は帽子外してる。あ、本当だ。意図的に頭頂部だけ見切れるように変えとるって。ね、絶対それ耳あるよ。ねえ、気になっちゃう。夜の誰もいないトレーニングコース。他のウマ娘たちはすでにベッドに入っているであろう時間。そんな時間にもかかわらず、マックインは今日も一人トレーニングを続けちょった。けど明らかにオーバーワーク。疲労からフォームは乱れ、上半身と下半身のバランスがバラバラだ。あ、転ばんでよ、本当に。本当怖いわ。トレーニング効果は薄いし、このまま無理を続けたら春の天皇賞を迎える前に怪我を。心配した直後、マックインの体が大きくよろめき、砂煙を巻き上げながら地面に倒れ込んでしまった。マックじゃーん。マックイン。マックイン大丈夫？ここは。いやー、なんか申し訳ないけど、この垂れ耳可愛いんだよな。どうしか迷いね。ねえ、すごい落ち込んでるの申し訳ないけど、ね、ここは保健室じゃよ。ね、横になっちゃった方がええよ。熱もあるんで、熱もあるみたいじゃきゃん。熱。よかった、怪我じゃなくて。うん。思っていた以上に疲労が溜まっていたようですわね。小さい頃、はしゃぎ回った後によく熱を出していたことを思い出しますわ。本当にすごいよ。はしゃぎ回っちゃったレベルが違うんだろうね。
頑張りすぎじゃね、頑張りすぎ。そうみたいですわね。で、気づいていましたの？私が自主トレしていることを。ねえ、あのなぜかカメラ目線でバッチリ見れちゃったよ。今日はその話しようと思って。ねえ。そうですか。いや、この手を打つところが演出天才か。ねえ、アングルがすごい凝っちゃるね。で、自主トレをやめろとおっしゃいたいのですね。あ、フィオルさん、あ、事実とマックイーンも病気がつでなかなかデビューできんかった。そうなんね。よ、走ったな。ね、無理はさせられんけん、本当に。このような集体を晒してしまった以上、私には何も言えませんわ。あなたの指示に従います。なら自主トレ禁止の代わりにもっと私を頼って本音を全部言ってほしいの。マックイーンの夢、天皇賞制覇の手伝いを私にもっとさせてほしいけん。どうしてそのこと、ライアンから聞いたんですのね。ねえ、ライアンちゃんから聞いたよ。まったく、内緒話ってそのことでしたの。相変わらずおせっかいなんですから。けど、いいんですの？本気で私の手伝いをするということは、目白家の使命を共に背負うということ。トレーナーさんにその覚悟はありますの？私とその一心同体のような関係になる覚悟が。もしあれかね、天皇賞一番取れんかったらのおばあ様に切り捨てられてしまうかな、うち。ええ、まさか。責任重大だよ。いや、これもちろんって選択肢一個しかないよ、もちろん。馬娘大体選ばせてくんねえからな。迷いのない返事。そりゃもちろんよ。サブトレーナーの頃から変わらないですわね。そりゃもちろんね。いつだって私たちのことを一番に優先して。わかりました。でしたら私も遠慮はしません。天皇賞制覇の夢を叶えるため、トレーナーさんにとことんわがままを言わせていただきます。あー、すごい、なんかグッドコミュニケーションだね、これは。そして絶対に勝ちますわよ。ねえ、陽太郎さんね、なんかあの地面にあの刃物落とされて、これで切りなさいって言われそうで、うちすごい怖いの。あバビバビなさいっていう、すごい。あ、うん、二人で絶対勝とうね。ね、ホトケントさんね、そう、あのアニメはすごい優しかったけどね、本当に、本当に厳しかった。あの大変な時には優しくしてくれる人だから、いつも大丈夫だと思いたい。ああ、うーん、じゃあレースがあって、じゃあ次、夢の大舞台、春の天皇賞。ライブだー。それライブって書いてあるのはってことはねえ、結婚する流れどうなんだろうね。一心同体じゃもんね。あ、小林ですさんね、ええ、話続くね、本当にね。え、春の天皇賞勝利に向けて本格的なトレーニングが始まった。だいぶ息の整え方が分かってきましたわ。メニューは一通り終わりましたけど、この後はどうします？すごくいい感じ、すごい BGM も軽快だし、ちなみに私はまだまだ走れますが。このすごい、なんか角が取れた気がするよ、すごい。なんか過度なトレーニングでもないし、ここは彼女の気持ちを優先して。よし、もう一本走ろうかいね。お、そうですわよね。この程度で音を上げたりなんて、いい関係になってきたね。ねえ、ほんとじゃん。それでは行ってまいりますわ。
これがあれだね、遠慮のない関係になったことなんだね。うん、なんだかチームを引き継いでから初めてマックイーンと一緒にトレーニングをしてる気分。あ、ちょっと待って、角が取れて角、うん、誰かの、誰かさんのやる気が下がってしまうよそれ。なんか気温下がっ、うん、やめてよね、もう冬なんだからね、もうね、みんなちゃんとね、足先とか冷えるけん気をつけてね。うん、ウイちゃんのやる気が試して二人が一つの目標に向かって走り始めた結果なのじゃろう。ヤンヤンちゃん、こんにちは。マックイーン調子良さそうですね。こんにちは。こんにちは。あ、マコーさんの座布団取られてしまった全部。マコーさんごめん、床で座っちゃって、正座しちゃって、まるで自分のことのように嬉しそうな表情を浮かべるメジロライアン。マックイーンが調子を上げたのは間違いなくライアンの助言があったからこそじゃね。あー、すごく、あー、あったかいね。さあ、ライバルの調子が戻ったところで、私も春の天皇賞に向けて頑張らないと。ねえ、おさちさんね、ほんと表情がすごいね、これ。うん、ライアン、ありがとう。こちらこそ、やっぱりトレーナーさんに相談してよかったです。それではレース楽しみにしてますね。勝つのは私ですけどね。うん、負けん、負けんよ、マックインちゃんが一番じゃね。最高のレースをするためにも、春の天皇賞までにマックインのコンディションを完璧に整えんといけんね。スタミナ強じゃ。そして数日後、ついにマックインが悲願となる春の天皇賞当日を迎えた。来ちゃね、来ちゃね。勝負服着とるが、アニメで見たやつじゃね。うん。レース終わったら何食べたい？え？ええ、そうですわね。せっかくの京都ですし、京料理とか。京都ねえ、八つ橋食べたい。うち黒ごまの生八つ橋。ご飯は何がいいじゃろう。京都か、うちとかだったら、なんじゃろう、お茶系の料理とかが結構食べれるみたいよ。茶尻とか ね、 ねえ、うん、緊張をほぐすの下手くそすぎません？え、そんなショック。やつ橋、やつ橋、やつ橋ネタはダメさった。もうしっかりしてくださいませ。トレーナーには大事なスキルですのよ。ちょっとあれじゃね、本当にこの羽根さんがやってるときめもとかやって、ちょっと会話術磨いてきちょくる。うつ逆に今の気が抜けてしまったのではと心配になってしまいますわ。こういう時、先生の社交的な性格を羨ましく思ってしまうね。なんかすごいガハハって感じで、すごいね、空気変える感じの人だったね、先代トレーナーさん。すごい、うん、私には先生みたいに明るく振る舞って馬娘をリラックスさせることはできないけど、代わりに精一杯応援するけんね。そうしてくださいませ。夢はもう手の届く位置にあります。あとは全力で掴みに行くだけ。頑張れマックイーン。ほんとすごい、仕草一つ一つが可愛いね、マックちゃん。ね、必ず勝ってまいりますわ。ね、このキリッとした。うん、ほんと。ほんとに最高。ほんと、エクセレントじゃねえ。スキルじゃじゃうまくさ。レースもいよいよ終盤。レース始まったね。あ、始まった。もう始まったの。縦の栄誉を手にするのは、一番人気メジロマクイーンか、はたまた他の馬娘か。もう伝わってくるよ。
マクイーンの天皇賞にかける思い、私も本気で、それに応える。ネジロライアンがペースを上げてきた。前を行くマクイーンとの差が徐々に縮まっています。最終コーナー残り600のところで後続も次々と差をつけてきた。ネジロマクイーンはここまでか。2人とも頑張れ。これはもう、うん、2人とも応援したくなる。いやでもマクイーンちゃん頑張れ、マクイーンちゃん頑張れ、マクちゃん、うわー、うわー、いいよな。ここでメジロマクイーン一気にスパートをかけた。おー、すごい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 迫力じゃね、これ。そうだ、末脚が上がってきた。ものすごい末脚で前へ迫る。しかしマクイーンのスピードも落ちない。追いつけない。それどころか離されてる。マクイーンちゃんほんとこのここで加速するのほんとすごい。アニメもすごかったもんね。すごかった。すごい。頑張れ、やったー。うわー、ナイスー、マックちゃん。やりました、ベシロマクイーン。見事春の天皇賞を制しました。あー、おさっきさん、マックちゃんだね。最初にうちが教えちょった左足で加速、ここでちゃんとやっとるの。うわー、すごい。すごいね、あの、さっきの周りにもいろんな癖が入っちゃうね。ね。いいなぁ。マックイーンおめでとう、すごかった。圧巻のレースだったよ。いやもうギュッてしたい、ギュッてしたい。天皇賞制覇を成し遂げましたわ。これで目白家に私の盾を飾れますわ。可愛すぎる、マックナイス。悲願の天皇賞一つ勝利。まさかあの目白マックインがこんなにも喜びをあらわにするとは驚きだけど、この勝利にはそれだけの価値が、そしてそれだけのプレッシャーがあったことなのだろう。ほんとね、ほんとに。あ、もうほんとうるうるしとるが。話すぞ。ごめん、遊ばせ。はしゃいでしまって。でも、それほどの結果なんですもの。いやそして、この結果を出すことができたのは、トレーナーさんのおかげです。かわいいなぁ。一人のメンバーのために尽くしていただいて、喜ぶところ。本当に感謝していますわ。なんか、喜んでる時はな、年相応みたいな感じ。わかる、ほんとそうじゃね。なんかちょっと言い方あれだけど大人ぶってんじゃん。うん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 、うん、でも喜ぶときはガチ喜ぶところがかわいい。かわいいね、ほんとかわいい。首跳ねてね、両手に突き上げて、やりましたわ。感謝をしなくちゃいけんのはこっちの方じゃけん、こんな心配についてきてくれて最高の結果をプレゼントしてくれた。でもそれを言ったらもっと自信を持ってくださいませと怒られる気がしたので、新鮮シリウスで掴んだ勝利じゃね。これからもたくさん勝利を重ねて差し上げますわ。さあこの後はウィニングライブ、応援してくださった皆さんに歌で感謝を伝えてまいりますわね。ライブ始まるんじゃん。ライブ来ちゃう。ストーリーのライブって何？あのメイクデビューの話、ネクストフロンティアとか、うん、出てない。あるあるだよね、馬娘ね。あ、当たった？選ばれしこの道をひたすらに駆け抜けて、頂点に立つと決めたの、力の限り先へ。うわ、ネクストフロンティア当たった、すごい、やったー、見たナイス。これほんとかっこいいな、あの炎の演出。うん、うわ、赤いペンライトがほんと最高かもね。うん、
の夢があるから何も恐れたりしない、こんなもんじゃない、本当の私見せてあげる、一緒に一度きりの今を語り、かっこいい、出てくるのかな、他の子モブっぽい感じするとちゃんと作り込んでるじゃん、すごいよね、モブからモブじゃなくなる瞬間がある、ちょっとでもモブの大場さん見るもんね、全然ね、名前ついてるじゃん、まあ、実況で読まれてる、うんうん、ね、なんかこの子たちもなんかね、あの育成じゃないけど触れる機会があったらやりたいよね、すごい、やりたい、みんな可愛いからね、うん、かっこいい、かっこいい、ここ好き、クライマックスになってこうちょっとこう汗が光るのがすっごいもうかっこいいの、あー、わかる、混んでるよ、混んでる、混んでるよね、きちゃさ、きちゃね、6話で最終回じゃね、これ終わったね、なもう、うちこれがもう気になって仕方ないよ、あー来ましたね、ゴルシさん来ちゃう、まあゴルシー、ティーオルさんね、バタバタなんかうつも見てすごい印象深い名前ね、変わった名前の大間さんいっぱい、バタバタちゃんいるの、あちょっと待っとってもらっていい、ちょっとすぐ帰ってくる、ちょっと待っとって、うん、いいよ、いやもうほんとレモンサワーが進むあっちもちょっと一息入れよう。ねえ、来たね、問題児。ゴルシー来たよ。ねえ、マックちゃんの物語はここから。そうだね、まだ始まるの？まだ秋制覇って言ってたもんね、夢ね。あ、そっか、まだ第一歩なんじゃん。おじいちゃん、そう。本当、おじいちゃん大好きゴルシー。あ、元のモデルさんはあれなんで、ね、ゴルシーちゃんが、あの、マックインちゃんのあの、孫の大間さんなんじゃっけ？うん、うん、さっきね、そう教えてくれてた。うん。マックちゃんがおじいちゃん。すごいね、なんかあの、シンボリルドルフちゃんとあの、帝王ちゃんも親子でって話やったか？うん。結構あのね、そう親子関係多いよね。ね、そう。あの、家族関係が深い子たちが、あの、アニメでね、すごいお友達だったり、先輩後輩ですごい仲良くしとるって感じだとね。あ、おさんちさん、じゃらじゃらおったね、じゃらじゃら。うちもすごい覚えとる。うん。ね、あの、メイクデビュー戦とか、あの、ね、G1、G2 の時にちょこちょこ見かける気がするよ、じゃらじゃらちゃん。ジャラジャラちゃんね、よく目立つよね。本当に、本当にそういう、ま、大間さんがいたってことだよね。ね。マックインちゃんは父親として強い馬を残せんかったけど、なんかすごい複雑な。ごめん、そんなことやっちゃいけんね、すごい。いや、ゴルフちゃんもすごいんだけど、いや、なんだろう。なんか、アニメのイメージが先行してしまって。ねえ。アグニスタキオンちゃんとダスカちゃんも親子なんだね。タキオンちゃんって、あれ、あの子ね、なんかすごいの、あの、白い、あの、白衣着ちょる子。そうそうそう、なんか闇落ちした感じの、目のハイライトがね、うんうん、そう。なんじゃろ、でも、あの、二人がすごい絡んじゃるイメージってあんまりないよ。ないね。うん。気になる、すごい。ああね、小林ですわね、ほんと、ウィニングライブ、ほんと、モブウマ娘でも手抜かんね、ほんとに。うん。あの、あ、おかえり。
あ、ちょっと待って。あ、どういうことになってる？泣いたらぼっちみたいになってるよ。あら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 。ちょっと待ってね。はい。あ、そうそう、アグネスたちのチャンスを白衣で手元がブカブカの子ね。なあ。あの子もね、どんな走りするのかすごい気になる。うん。ほいじゃほいじゃ。と、第7話、チームは順風満帆始めるよ。はーい。はい。マックイーンが春の天皇賞制覇の快挙を成し遂げてから数日後、メンバー一人という弱小チームの状況は一変していた。あ、やっぱりあの実績が大事なんだね。うん。マックイーンさんの走りに一目惚れしました。これからよろしくお願いします。前髪パツ、名前ジャラジャラちゃんかな。さっきライブにいた子かな。ありがとうございます、ね、すごい礼儀正しいね、マックイーンちゃん。私もマックイーンちゃんみたいに夢の実現目指して頑張るね。ええ、頑張りましょう。ねえ、みんなマックイーンちゃんの走りに一目惚れじゃねえ。なんだかくすぐったいですわ。トレーナーさん、今のタイムは6ハロー80秒ジャスト、文句なしのタイム。え、どれくらい速いんだろう。6ハローってあのあれかね、競馬場に立つような中の白と赤の棒のあれかね。このに80秒ねえ、多分速いんじゃろうな。すごいすごい。お、これが春の天皇賞を勝利した足。もういい加減にしてくださいませ。 1200m 1200m 80秒で走るの、やばすごいね。1ハロー200m ね。1ハロー200m。うん、いやーすごいですけど、こうしてたくさんの方とトレーニングに励むなんて本当に久しぶりですわ。え、ティオールさん、そう、はじ、無理に決まっとるが。無理、無理。あの、あるじゃない、自転車で頑張ってもちょっと厳しそうじゃね。あの、1200m80秒。あ、重み外せばいけるかな。あ、本当に ?100 メートル走っただけで筋肉痛で風邪ひいちゃうけど、大丈夫。それはやばい。100メートルで風邪だったら、12倍走ったらもう、あれじゃね、もう瀕死になってしまうよ。いや、あれなんだよね、なんて言う、そう、私筋肉痛になったら 30% の確率で風邪ひいちゃうからさ。カルちゃんすごい弱々じゃね。すごい弱々。実はね、そう、弱いんですよ。あのね、筋肉痛になるまではめちゃくちゃ強なんですけど、筋肉痛になった瞬間もう死んじゃう。意外じゃね、本当に。ね、お大事に言われて。お馬さん、時速60キロ。60キロじゃ、自転車でも勝てんが、もう。無理だね。車でもなんなら。勝てんね、やっぱり。さすがの専用道路がね、設けられてるだけあるね、本当アニメで。ね、これもすべてマックインが春の天皇賞で勝利した結果じゃよ。結果を出すというのは、こんなにも大きな影響を及ぼすものなのですね。とにかくチームとして正式に認められるまであと一歩ですわ。ごめんね、いや、あのコメント来た。それに手綱さんは追いつくんですよ。手綱さんは追いつくんです。確かに。やばい、あれ、やばい、マッキーさん、走りのフォームについて教えてもらっていいですか。あれじゃろうね、手綱さんの太ももバッキバキなんじゃろうね、本当に。あのあのふくらはぎとかガンダムみたいになっとるよ、きっと。もう怒られるよ。
怒られるよ、もちろん構いませんわ。ねえ、すごい、あの夜あの締め出されてしまいそうじゃね、寮長先生に話しつけられて。マクイーンさん、うまいゲートの出方を教えてほしいんですけど。あれにはコツがありますの、お見せしますわね。ゲートの出方。おい、やめろって、タウナさんの方がぶっ飛ばって言いそうって、やめろって。めっちゃ笑ってしまったやん。タスラさんに言いつけるわよ。ちょっと待って、ちょっと待って、これはこれはこれは、この帽子映しちょるよ、しちょるよ、このピョクピョクするお耳を映しちょる。ええ、かしこまりましたわ。って、誰ですの？どさくさに紛れてたかろうとするのは。あたしあたし、よう、マックイーン。かわいい。ゴールスきちゃう、ゴールスきちゃう。ゴールドシップさん。マックイーンの知り合い？知り合いと言いますか。来た来た来た。ゴールスきたら会場沸くからな。いやー、見たぜ、春の天皇賞、圧巻だったな。特に仲間を守るため相手の攻撃を避けずに受け止めたところなんて忘れられねえぜ。いつの話？何の話？何の話？そんなことしてませんわよ。ゆか、ね、相手の攻撃って何ですの？マックイーンの肌なのに。まあ細かいことはいいんだって、とにかくすげえ走りで感動した。だからもっとお前の凄さを見てやろうと思ってこうして訪ねてきたわけ。いやーね、ホトケントさん何を見ちゃったんだろうね、本当に。別に見るのは構いませんけど、 何が見えてたの、本当に。それだけ違うものが見える。いや、あのね、マジでね、ゴルス出た瞬間ね、コメント湧いてんだよな、本当に。人気すごいんじゃね、やっぱりゴルスちゃん。みんな大好き。みんな好きだな、ゴルス。私も好きだぞ。今からマクイーンガージェイズ力を披露するぞ。まずはわさびたっぷり握り寿司のオーガイ。ヨツーバーじゃん、ヨツーバーがやるやつじゃん。やりませんわよ。YouTube だ。YouTube。ゴルシは揺れるんですね。今日は激しく疲れましたが、ゴルシは天皇賞の疲れが残ってるんじゃないか。結構でかいっていうかね、勝負服がめちゃくちゃかっこいいから。あなたに絡まれたから体のライン見えてめっちゃかっこいい。ちょっと待って、ゴルシちゃんで学年不詳なの？え、先輩か後輩か、高校生じゃないの？ねえ、後頭部のイメージだけど。そう、ゴルシちゃんはユーチューバーだからね。確かにゴルシちゃんはユーチューバー。ね、彼女の言う通りレース直後なんだし、しばらくは抑えていこうかいね。ええ、次のレースのことも見据えておかないと。そんなに。ね、どっち、あ、マックインちゃんとお話ししたいのに目線がすごい左に進まれてしまった。天皇賞を勝ったと言っても、私のレースはまだまだ続きますもの。へえ、目の色がピンクで一緒ってやっぱり血縁関係なんだなって思って、ね、当然ですわ、ね、目白家の栄誉はいくつあっても困るものではありません、まあね、それに私にはこのチームを盛り上げていくという義務がありますから。120億を稼ぎ直すと言われるマウス。損失も出したけど、ね、ちょっと待って、プロフィールもすごいことになってるの、ゴルちゃん。ちょっと後で見るといけん。見てなかった。見よう。ね、公式サイト見たらいいんかね、多分。ウマ娘のこのゲームから見れたら一番いいんじゃけど。真面目かよ。かわいい。顔が。かわいいわ。真面目ですわよ。ふざけるような空気ではなかったでしょ。でも、マクイーンがまだまだ走る気満々で安心したぜ。よし、私もこのチームに入る。新メンバーの合流だ。大いにモテるし。ああ、でもなんかこれはうれしい、嬉しい、嬉しいはずだよきっと。マックイーンの活躍のおかげでいろいろと急展開だが、これだけメンバーが集まれば
ほんとじゃね、解散戦でよくなる。やったー、やったな、おめでとう。オルシちゃんナイス。何のことかわかんねえけど。わかんないの。本当に大丈夫ですのこのチーム。ねえ、うちもちょっと心配じゃね。急ごしらえのチームであることは確かだ。声優役めるつもりだったんだ。そうだよ。ねえ、本気度が違うね。けどこのチームはきっといいチームになる。そんな自信が私にはあった。どっからその自信くるの？だってこのチームの中心におるのはマックインなのじゃから。そうだね。チームマックインの船出だ。この最後のツーショットが何とも言えんね。合宿来ちゃう。来ちゃ。序盤のシリウスじゃない、シリアスな感じから、すごい、一気にすごい変わったね。変わったね。これ8話まで何話まであるんだっけ、一生で。10何話まであったね。半分いったんかな。なるほどね。結構ボリュームあるな。ね、いやでも面白いってか、でもいつの間にかも1時間経ってんのすごいんだけど。早いね、すごい、ね、あっという間だよ。じゃあ次行くよ。夏だ、海だ、無人島で合宿だ。見えてきましたわ、あの島が目白家の別荘ですの。別荘。島がまるまる別荘かよ。すごい。遠慮なく穴掘りまくって財宝発掘できるな。島を破壊しないでくださいませ。すごい、なんかアニメの雰囲気に戻ってきた感じすごいするよ。チームシリウスのメンバーは夏休みを利用して合宿することになったね。え、なんかあのトライアスロン思い出す。あそこも泣けるよ。7話だっけ、8話だっけ。8話じゃったかいね。9話じゃったね。え、すごいよかったよね。あれもチームのためならと、マックインがメジロ家の別荘を用意してくれたまではよかったんじゃけど。やっほー、マジで無人島じゃん。遊びたい放題だぜ。遊びに来たわけじゃないんですのよ。いやでもこれ、うちも同じ立場だったらこうテンション上がるね、本当に。ねえ、だね、島国 ね、 ねえ、あのアトライアスロン9話か。あ、9話じゃたいね。ねえ、はしゃぎたくなってしまうの仕方ないことじゃけん。いや、うちだったらこの何、こういうところの中の洞窟とかすごい見に行きたくなるよ、すごい。ねえ、初日くらいは気楽に行こう。奴隷のさんまでそんなこと言って。ねえ、私たちまで一緒に来ちゃった。ノーベルちゃんも一緒だ。ねえ。チームメンバーじゃないのに。なんかすごいカルチャー、カルチャーのせいですごい、もうここにしか目がいかんか。カルチャーに従って、いやいやこれはねライアンが悪いって、これライアンが悪いって待ってカルチャーですのやめてもろって。いやいやいや、そんな、いや私の頭じゃ隠れきれんって。そうね。大勢の方が楽しい合宿になると思ったけどね。すごい大関係さよ。よろしくさね。はい、よろしくお願いします。テルゼットさん、脅威の格差社会やめて、やめて。ねえ、それテコテコってした格好やばいって。ねえ、こうしたチームシリウスにマズロ家2名を加えて合宿が始まった。さあ皆さん、ご一緒しますよ。いいなあ、いいね。このマツイ、もっとスピード上げないと私が先に行っちゃうよ。なんて言うんだろう、このね。うわすごい可愛いイラストじゃん。ねえ、かわいい。このドーベルちゃん好きなのよ。すごい。かわいいよな。だって、走りに集中できないっていうか、視線が気になるっていうか。スイカの輝きが隠せるのよ。ねえ、小林哲さんが、ウマ娘の一枚めっちゃ良い、本当に。ねえ。そんなお世辞とかいらないし。いや、めちゃくちゃ力入ってるの分かるよな。自分が一番分かってるから。ゴールドシップさん、あなたは何をやってますの。かわいい。海でトレーニングだったら、この格好だろ。似合うな。でも、やっぱり髪を下ろしたゴルシちゃん、すごい美人さんじゃね、すごい。
ただの美人なんだよ。黙って歩けばいいの花やし、しゃべらなければね、しゃべらなければそう、黙っていればユリの花だから、歩くユリの花ってやつ、歩くよし、ここから一気に加速。待ってください、飛ばしすぎです。あれブリンカーって言うんだ。ブリンカーって何？あの両耳についてるやつじゃんよね、なんかの、うん、あれ耳当てな、うん、耳当てみたいな。でもそこに耳はないでしょ、ゴルシー耳だよそれも狙ってゴルシちゃんつけちゃるの。ブリンカー、ブリンカーって何なんじゃろうね、どっちも気になる。すごい、あのヘッドホンみたいでおしゃれ、ブリンカーね。みんなお疲れ様張り切りすぎちゃいました。まだ合宿初日なのに、なんか後ろ通り過ぎてかなかったね。なんかすごい音聞こえて、うちも。それにしてもマックイーンはすごいね。ことわざみたいなやつ、ライアンの意表をついたスパートにしっかりついていくんだから。ちょっと待って、ちょっと待って。もう、あ、馬の矯正器具なんだ。視界を遮ることで、それをつけても、じゃあ、あれはまだセーブしてる状態ってことなんで、ね、そういうこと。逆になんかね、視界狭い方が見えやすい。宝塚記念の宝、ナズナイレブンの不動産に行ってた。余計なもの見なくていいみたいなねそこでいないレブン確かに、影山監督が言ってたから、そうそう、これじゃあ視界が悪くなってしまいますって言って、これで見えるところが見えるんだって熱い信者ね、実はこの合宿の少し前、上半期を締めくくる大舞台宝塚記念にマックインは一番人気で出走した。しかし最高の仕上げで挑んできたライアンをかわすことができず、あ、2着という結果に終わったんで、あ、リベンジされちゃるんじゃ。あ、そうなんだね。マックインさんの走りには見せられっぱなしです。トレーニングでもレースでも。だからこのチームに入ったんだもんね。このよいしょはいつまで続きますの？慕ってもらえるっていうのはちゃんと理由があってこそなんだから、胸張っていいんじゃない？マックインちゃんは逆に褒められちゃうと恥ずかしいタイプなんだね。馬の視界って300度ぐらいあるの？めっちゃ見えるじゃん。すごい。草食動物って食べられないようにするために視界めっちゃ広いらしいよ。そうなんだね。ライオンとか肉食は前だけなんだけど。すごい横まで見えるらしい。なんかだから横に目がついたって。300度。ほぼ白眼じゃん。確かに。でもゴルシちゃん、矯正器具フル装備でも走らんで、初田子さん言うちゃう。どんだけ？そうそう。堂々と。一歩先で何も言っちゃ出てこなかった今。なんだか私も嬉しくなっちゃうんだ。よし。そんな大人気のマックイーンに次も勝てるように追加で走ってこよっと。今んところライバルライアンちゃんじゃね、本当に。抜けがけですわよ、私だって走ります。夏の砂浜ってすごい、あのすごい暑くてすごい暑くなるイメージだね。立ってられないよね。ねえ、もっさん、そうよ、馬娘って実はあの忍びの家系から生まれた聖夜で本に逆眼使えたらびっくりするんだけど今一部の馬娘には逆眼使えて、あのポジションなんけ、ポジション丸、ポジションセンス丸ってついてるから。あ、もしかして玉クロスさんもあれ平石の術使っとったんかなねえ、充実した時間はあっという間に過ぎるもので、気づけば日も傾く時間になっていた。マックインちゃん、どうした？もうみんな別荘に引き上げちょるよ。ええ、ちょっとメンバーのことを考えてましたの。一度はもぬけの殻になったチームに、今はこうしてメンバーがいます。皆さんは私の走りを見て
一緒に走りたいと思ってくれたのですよね。やってるかな、うん、めちゃんとバックイン。結婚だよな。結婚したいよ。みんな心を動かされたんよ。私はマックイーンを送りのしてきますって。それで感動したように。そう考えると誇らしいような気恥ずかしいような複雑な気持ちですわ。春の天皇賞を勝ってチームとしての形を保つことはできましたが、ねえ、今のところ最初心配しちゃったけど目標2つはちゃんと達成できたね。トレーナーさん、私には新たにすべきことができました。新しくすること、どんなことを？期待してくださる皆さんに愛想を尽かされぬようこれからも走り続けることですわ。ねえ、こっからが大変なんよね本当に。上位に降り続けんといけんのじゃもんね。本当に笑みを浮かべつつ、それでも瞳からは真剣さがにじみ出ているマックイーンの表情に心強さを感じた。期待しとるけんね、マックイーン。マックイーン。いや、多分愛してるよ、マックイーン。任せてくださいませ。まだまだ全然好感度ゲージ増えづらいよ。まだあるからね、秋もね。ね、大きかったらもうプロポーズよ。あー、結婚か。ね、エンディングこれどうなるんじゃろうね、本当に。ねえ、だってドラゴンさん書いてるけど、ゴルシー実は白眼使えるネタを書かれてるのがあったりする。ねえ、創作であるんじゃん。公式じゃないけど。ねえ。見てみたい、すごい。本当に使える。合宿が終わって、レースして、第9話。9話だね。マックイーンはスターウマ娘。秋初戦、マックイーンは京都大賞典を見事勝利で飾った。彼女の安定した実力に世間の評価は増す一方じゃった。すっげえ、この本にもあの本にもその本にもマックイーンのことが載ってるぞ。ここまで持ち上げられるとは私自身も思いませんでしたわ。あ、キュウゲンさんいらっしゃい。はじまったるよ、こんばんは。今ね、9話に入ったところじゃね、折り返しかな、それぐらいだと思うね。あ、メジョマッキーだ。メジョマッキー、メジョマッキー。ええ、よろしいですわよ。怖い男の子。あと、メジロマックイーンですわ。この男の子は性癖と出会った小さな子にも知られてるんだな。よっ、どう思うんすね。性癖とか言うのやめてもらって。私はやめてくださいませ。いや、僕ね、次のレースもメジョマッキーンのこと応援するから頑張ってください。メジョマッキーン、ありがとうございます。頑張ってください。必ず勝利いたしますわね。あと、メジロマックイーンですわ。商店街本当にあるの？あ、そうなんだ。あ、我が輩はクマであるさん、コンムイ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 、メインストーリー配信ね、ムイ。みんなで5章までね、追っていけたらいいなって思っちゃるよ。キーさん、そうですよ。私はショタが好きです。ロリも好きです。さようなら。思っていた以上に。あ、そのメモは大事。テスト出るか。膨らんでいくものですね。お、なんだ。あまりに周りが騒ぐから。マジで胸の格差がすごいんだけど、もうね、リボンでね、もうかわいそうになってきたもん。やめて、カルちゃん。明らかに位置が違うんだって。メジロ家の馬娘として常に胸を張っていますもの。お父さん、私は生きる女で好きなものは好きって言うんや。ね。もう適当なことを言わないでください。おはようございます、皆さん。おはよう、マックイーン。マックイーンさん、聞いてください。またまた遺跡を希望する馬娘が増えたんですよ。え、
セリウスすごい、どんどん大御所になってきたんだ、大所帯じゃん、青春杯みたいだね。ねえ、あ、ほんとだね、青春杯みたいじゃん。実は、今回は青春だったのか、青春だったか。次に出走する秋の天皇賞を勝つと春秋連覇、鈴鹿に対する悪口はそこまでだ。胸ないじゃん、ステータスよ、本屋なのに本ないじゃんみたいな言えるからと思ステータスだから大丈夫。マックイーンの鈴鹿ちゃん高等部さん、そういえばね、そう中等部か、もうあくまで勝ったらの話ですわよ。みんながはしゃぐのも無理ないよ、今のマックイーンにはそれだけの勢いがあるんじゃけん、うん、チームへの注目度だって先生の時代と比べても見劣りしないし、まさに強豪チームに帰り咲きですね。すごい順風満帆じゃないこれ、私、うん、最前列で応援しますから。わかりましたわ皆さん、次のレースも必ず勝ってみせます。さあそれではトレーニングを始めますわよ。必ず勝つというメツロマックイーンの決意は今日の模擬レースでもしっかりと現れちゃった。おー、はいはい、ゴール、完璧な勝利じゃったよ、仕掛けどころもバッチリ。宝塚記念では好意を取れないばっかりにコーナーで大回りする羽目になりましたもの。胸の話少ししたら鈴鹿の悪口、これすごい好き、鈴鹿の話してないのに鈴鹿の話してないのに後頭部のサイレン鈴鹿って言ってるやつ、鈴鹿君にするのやめてやれよ、鈴鹿ちゃんの悪口はやめてください、後頭部に出すかっていう子もいましてねっていう、かわいそうだろ、出すかちゃわさいとでかいよな。あなたの場合、マジでモブおじさんに侵されるエロ同人誌のことを思ってか、私あれ。いやマジでありそうじゃない？ちょっと。そうね、確かに。それじゃあ今日はこの辺で終わろうか。みんなアイシングで足をしっかり冷やすように。あ、アイシング大事。あのトレーナーさん。最速の筋。せっかくの上り上司ですし、私はもう一本走ってきますわね。かわいそうだな鈴鹿。あ、それなら私も走ります。私もマックインちゃんが頑張ってるなら私たちも頑張りたいもん。誰なんだろうな、気になるの、ね、いいからいいから、私たちマックインさんの走りを見るのが大好きなんです。ね、あれじゃマックインちゃんのファンクラブじゃこれ。ね、では行ってまいりますわね。おーおー燃えてんな。じゃあ私は邪魔してくよっと。ちょっと邪魔するなら帰って。しっかり邪魔っていうあたりだね。ね、マックインの活躍がメンバーたちにも良い影響を与えとる。彼女は間違いなくチームの中心的存在じゃん。トレーナーさーん。ん？タズナさんどうかしたの？マックイーンさんのことでお話がありまして。ここで今日は終わりなの？連れ始めた歯車、秋の天皇賞、じゃちょっと次行くね。うん、なんじゃろう、ザワってなるタイトル、タイトルじゃない、私が胸の話したら違う名前の子がめっちゃ出てきてんの、コメントおもろいんだけど、もうコメントがね、私しっかりメインストーリー見てんのに笑わせてくれるのはちょっとずるいわ。わかる。そっか、薄い本禁止なのか、せやスネって。田綱さんから連絡が来たんよ、あなたに取材の申し込みが殺到しとる。ねえ、そりゃそうじゃろうね、こんだけ上位で勝っちゃったら。次のレース秋の天皇賞も一番人気だし、ますます注目が集まっちゃるみたいじゃよ。そのようですわね。どうした、取材を受けたくねえなら私が代わりに出てやるぞ。ダイエットのために大好きなケーキを我慢してますの。
って言っとけばいいんだろ。あなた、私がケーキ屋の前で悩んでいたのを見ましたわね。悩んでたな。食事制限は特にしてないんだが、自主的に行っとるんじゃろうか。ねえ、あのスペちゃんの話もあるけんね、やっぱりあの、まあね、体重管理大事なんじゃろうね、やっぱり。スペちゃんのあれはちょっとやばかったよな。ねえ、勝負服があれ壊れたんじゃなくて食べ過ぎちゃったの、ほんとクソじゃったんだよ。ねえ、ケーキ一つくらい問題ないよ。いえ、気の緩みが思わぬ事態を招くこともありますから。とにかく取材の件は受けたまわりました。ね、ティーオールさんね、すごいゴルシャのさっきのモノマネすごいお上手だったね。秋の天皇賞、現在一番人気に支持されていますが、自信のほどは。あ、うちケーキ5個いる、5個いる。自信はもちろんありますが、ワンホールよこしな。勝負は何が起こるか分かりませんから、満身せずに挑みたいと思っております。ほっこりしちゃう。強豪が名を連ねていますが、どのようなレース展開を考えていますか。100メートル走ったら死んじゃうからな。風邪ひいちゃうよ。あるじゃね、あの配信で燃焼しよう、配信で。やばい。体を作っていかないと。話していいものかとマックイーンが目で尋ねてくる。かわいい、うん、あ、じゃあこっち向く、ね、瞳のシーン好きなのね。目配せがすごい、あのすごいキュンとくる。さすがに作成の話になってしまいますので詳しくはお答えできません。ただまあゲート番号の抽選は内側寄りの数字が当たるといいですね。うちと同じじゃ、内側の方が好き。いや、外、うち外、ごめん、うち外側が好き。カルちゃんとシャルちゃん、あの内側と外側どっち好き？そういえば、私外かな。一時期チームメンバーがメジロマックイーンさんの方になったという話があったので、内取りがね、そうブロックされん。強い。うん。私追い込み好きだから外かな。うん。内側ってすごい強気じゃね。ね。そういえばゴルシュワープっていう言葉があるくらい内側でやばい点があったらしいよ、ゴルシュ。本当に。ね、すごい、ドゥーように走るね、シーンもあるけんね。うん。あ、当時の東京競馬場外枠が圧倒的不利。競馬場でも変わるんだね。だってさ、人間はさ、こう、走るときってさ、あの、距離違うじゃん、うちと。ようやく持ち直すね、どんどん。膨らむもんね、やっぱり。なかなか、あれよな。そのきっかけはやはりメジロマックイーンさんの春の天皇賞での勝利だったのでしょうか。そう、ゴルシワープ、ゴルシワープ。お先生ね。メジロマックイーンが答えに困ったように再びこちらに視線を向けてくる。困ったらこっち見てくるの、かわいい。はい、そのおかげで持ち直せました。チームが解散の危機に追い込まれても春の天皇賞でしっかりと結果を出しメンバーが集まる状況を作ってくれました。これからもマックイーンはチームの中心として欠かせない存在です。なるほど、マックイーンさんには大きな期待がかかりますね。マックイーンちゃんのプレッシャーがすごい心配じゃね。あ、その、そうですわね。それでは最後にファンの方へメッセージをお願いします。私を一番人気に押していただき光栄に存じます。皆さんの期待にお応えできるよう、うわわわ、ちょっと待って、ちょっと待って、トレーニングに励んでまいります。破壊されてる、目だけ見える。いや、ちょっと待ってね。異世界ひーちゃん、異世界転生するところだった。ちょっとあの異世界ゲートからちょっと引っ張ってきたよ、ちょっと。ただ今だ。うん。いやー、真面目、真面目すぎて普通の記者会見だったぜ。いいねー、ゴルシ可愛いねー。ねえ、すごい。この差じゃね。普通に答えたのですから当然ですわ。うちはマックイーンちゃんのね一言コメントすごい良かったと思うんだけどね。
でもでも、返答の一つ一つがすっごくかっこよかったです。YouTuber だからやっぱね。確かに。面白さがないとダメなのね。取れ高がないと。マックイーンさんのレース、今から楽しみです。今やマックイーンはファンばかりでなく、メンバーたちをも期待させてくれている。チームの中心にふさわしい、本当に頼もしい存在だ。よし、ケーキ漬けに美味しいものでも食べに行こうかいね。うぅー、マジかよ。やったぜ、伊勢エビ食べ放題。勝手にまたメニュー決められちゃるか。私、伊勢エビスイーツで有名なお店に行ってみたかったんです。あ、みんな、ちょっと待って、あの、アニメのトレーナーさんと同じ流れにならんか心配なんだけど。そういうのはマックイーンちゃんのだから。ムイちゃんのお財布が好きなものにしよう。お花さん、お花さんに立て替えてもらわんと。あの、私は遠慮しておきますわ。今日は取材も入ってしまいましたし、その分のトレーニングをしたいと思ってましたので。あ、ティンオルさん、オグリちゃん絶対呼んじゃダメ。オグリも呼ぼう。これからトレーニング。やばいやば、捨てちゃうもんね。おいおい、大丈夫か。最近張り切りすぎな気がすんぞ。あ、ナモナイルローニさん、こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。遊びに来てくれてありがとう。今ね、あれだね、あのマックインちゃんとゴルフちゃんがすごいいろいろやってるよ。もちろん無理はしませんわ。前に倒れたこともありますし。でも仕上がりが順調な今こそその調子を崩したくないんです。でもすごい気持ちわかるかもね。あの、ちょうどなんだろう、ペースがいい時じゃないけど、すごいエンジンかかっちょる時ってやっぱりあってね、あの、調子がいい時にガーってやってしまいたいとか、すごいわかる。よろしいですか、トレーナーさん。気合がね、入ってる時ね。そうそうそう、マックイーンにじゃあ任せるね。ありがとうございます。では行ってまいります。やっぱ真面目だなあいつ。そしていよいよマックイーンが注目される大舞台、秋の天皇賞当日を迎えた。来たよ、秋天。秋天じゃねえ。ねえ、テルゼッタさんね、乗っちょるときは頑張りたいよね。スタンドはもう満員。すごい人じゃねえ。ってことは、ゴルシ焼きそばが爆売れない予感。急いで用意しねえとな。あ、こっちの世界線でも商売しとるんじゃ、やっぱり。いや、ちゃんとマックイーンの応援しようね。マックイーンちゃんは？あいつならもう行っちまったぞ。バッキン買わなきゃ。ねえ、全然時間があるのに、どうしてそんな早く。あ、落ち着かんのじゃん。目白家の馬娘としての期待、応援してくださるファンの方々の期待、そして私を信頼してくださるチームメンバーとトレーナーさんからの期待。皆さん、そうなの、必ず勝ってみせますわ。そう、だから焼きそば売ってたのかな。ゴルシの時ね、そう、アニメの時もね、あったね。それ、ね、実際に史実であった。なんかあの、チョッキーさんの実家じゃ、お家のところもなんかお店みたいな話だったね。すごいプレッシャー。すごいんじゃろうな、本当に。緊張感がすごいよ。あいにくの天気の中、秋の天皇賞に挑む。あ、おたげさん、こんむいシャルカルー、こんむいシャルカルー。宝塚記念の二の舞です。雨のシーン好きなんだ。最初のコーナーで好意を。わかる、ちょっとこのね、なんだろう、雨に濡れちゃう。ゾワゾワする。あ、ゾワゾワするな。でもちょっと怖いよね、天下とか。汚れちゃうじゃん、結構。うん、ポジションとかね。レースは縦長の展開。メジロマックイーンは現在3番手。不良馬場をものともしない走りを見せています。おー、すごいすごい。オープニングのレースなんだって、これ。あ、そうなんだ。これが、足もしっかり残ってる。
このレース勝てますわ。マックイーン動いた。外から一気に先頭を踊り出た。すごいすごいすごい。後方集団もスパートをかけるが、マックイーン引き離せ。晴れない空。え？次行くよ。次行くよ。うん。第1位に入選したメジロマックイーン。他の馬娘の進路を妨害したため。元気。18着に到着といたします。なんで？え？え？でもしちょった？今アニメ見ちゃったけど。なんかぶつかったりとかもしとらんかったよな。あの日絶好のスタートを切ったメジロマックイーンは好意につけるべくコース内側へと勢いよく駆け出した。あ、やっちゃったやっちゃった見たよ。しかしそれによって後続の馬娘たちが行き場をなくしあわや転倒という状況に陥ってしまったのだった。一番人気だったマックイーンが招いたこの衝撃的な出来事は世間にも大きく取り沙汰された。え、ダメな取り沙汰された。進路妨害しちゃう。そうなんだ。あ、ちょっとダメなんだ進路妨害。あ、でもだって一ドリセンと勝てんのにどうしたらいいのさ。いや、ほんとねえね、遮光って言うんだね。ダメなんだね。マックイーン、大丈夫？いや、知らないやん。早いやつが勝つとって。そう考えたら 100% 逃げの方が強いけんね。あ、逃げっていうか、あれ、追い込みの方が絶対良くなるよ。そう考えると。ねえ、ウィンカーないもんね。このマックイーンちゃんも150億溶かした。うひゃー！そうなんだ。いや、でもあれ1位でしょ、どう考えても。絶対あれ、マックイーンよく思ってないやつらが言ったやつだって。複雑じゃない。期待に応えられず、ね、一緒に出走した方々を危険な目に遭わせてしまったの。まあ、そうね、生き物だからね。怪我して死んじゃう、骨折で死んじゃうことってか安楽死させることとかもあるらしいからね。鈴鹿ちゃんとかはそうだもんね。いや、もうね、泣いちゃうよ鈴鹿は。でもだからこそ下を向いてなんていられません。でも実力では勝っちゃったからね。実力ではね、次次かな。レースの失態はレースで取り戻してみせます。キロで走っている本当にこういうマックインちゃんの気持ちなんです。こけたらそうなんだね。あね、騎手さんのこともキロだとね、騎手さんも危ないもんね。そっか、マッコーさん安楽死で2000万とか。あね、本当ね、なんかもうそれで済む、それで済んでそのあれじゃないもんね。実際のレースそんなにすごかったんだね。ね。でも天皇賞でしょ、だって秋のあの、運のいいじゃないけど、あの有馬とかじゃないけどね、本当に強い人たちが競うところじゃからね、そうなってしまうのも仕方ないんじゃないかなってちょっと思っちゃう。ちゃんと反省もしてるんでしょ。必要以上に自分を責めることないから。そうです、次のレースも期待してますから。取ってから前に出るんだな。ええ、骨の人さん、そうなんだね。頑張れマックイーンさん。こういうことにならんするためにあのジョッキーさんが頑張らんといけんのじゃね、本当に。YouTube で動画上がってんだ、後で見に行こう。うん、え、本当に一つの経験として次につなげていこう。ええ、そういたしますわ。ただいまー、ゴルシちゃん。ゴルシ、外にカメラ持った奴らがうろついてたから変質者だって騒ぎ起こしといたぜ。ゴルシちゃん、あー、ありがとう。なんだかんだ優しいよね、こういうところね。私を取材しようと待ち構えていたんですわ、きっと。
ふん、まあいいんじゃね。学園内にまで踏み込んでくるなんて不届き者に違いねえんだから。ねえ、ケイヨさんと許可取らんと。うん、ね、しばらくすればおらんくなると思うけど、今日はトレーニング控えちょこうかいね。別に気にしませんわ。何か聞かれれば誠心誠意対応します。それよりも今度はちゃんと勝利して明るい話題の取材を受けないとですわね。お耳が、お耳が。さあ、体を動かしたい気分ですわ。行きますわよ、トレーナーさん。今は練習中にお付き合いするのが大事そうじゃね。あ、分かったよ。寮は目の前ですのよ。別に送っていただかなくても平気ですのに。でもきっとね、記者の人たちが待ち構えとるじゃろうし。ですから私は別に構いませんのに。なあ、マックイーンさん、秋の天皇賞についてコメントをお願いします。来た。あのような危険な走りはどうして起きてしまったのでしょうか。この度はレースに関係する方々にご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。私が未熟であったばかりに周りへ気を配ることができず、あのような事態を招いてしまいました。妨害を受けた馬娘にはどのような対応を取られましたか。すごい、見たお一人お一人お詫びをさせていただきました。もう帰ってほしいよ。もうなかなか辛いね。強引に内側に入れというトレーナーの指示があったともされていますが。トレーナーさんの指示、そんなことありませんわ。あれは私の判断で行ったことです。トレーナーさんは何も関係ありません。それまで冷静に対応していたマックイーンの様子が変わった。こういうとこ好き。誠心誠意対応する、それが彼女にとってのけじめなのであれば、余計な口出しは無用だと考えていた。しかし、すべての責任を一人で負おうとする姿に、私は黙っているわけにはいかなかった。行こう、マックイーン。だって、これではまるでトレーナーさんが原因だと思われて。でもそういうところもね、盾になるのがトレーナーさんのお仕事じゃね。指示の有無に関係なく、責任はトレーナーである自分にあります。誠に申し訳ありませんでした。トレーナーさん、行こう、マックイーン。あ、なんか知恵袋みたいな速報が出てきて、コメントがネルちゃんが黒幕じゃったの。ネルネルのまさかのまさかのまさかの。ね、気にせんでええけんね、マックイーン。一生懸命走ったんじゃけんね、責められる必要ないけん。下を向いてはいられないね。次のレースに集中しようね、本当に。わかりましたわ。あの、トレーナーさん、次のレース予定していた有馬記念より先にジャパンカップへ出走したいのですが。ジャパンカップ、あの海外の子も出るやつじゃね。そうね、海外の強豪も出るやつ。でもまだ前のレースの疲労者って残っちゃるし。いいえ、問題ありません。走る準備は整っています。どうかジャパンカップへの出走を認めてください。マックイーンは一日も早く秋の天皇賞での失態を取り返したいんじゃろう。彼女に期待した人たちと迷惑をかけた人たちへの償いとして。じゃあ次はジャパンカップじゃね。ありがとうございます。必ずジャパンカップ必ず勝ってみせますわ。長距離どれくらいだったかな。2400とかじゃない、2400ね、しようことじゃなかった気はするよ。マックイーン、伸びが苦しい。
着。ああ。あ、兄貴さらって流したんだこの辺。ねえ、あったよねこの辺ね。駆け出しの一等戦の体重には期待という名の障害。あー、辛いやつだ。辛いやつだ。皆さん、申し訳ありません。不甲斐ない結果となってしまって。ギリ中距離なんだ。おいおい、なんでお前が謝るんだよ。別に私たちは迷惑なんて受けてねえぜ。それに、ジャパンカップって言えば、世界からすっげえ奴らが来るレースなんだぜ。それで4着なんて立派だろう。ゴルシちゃん、ゴルシちゃんがすごい優しい。いやー、優しい、ね。そうです、そうです。今日もマックインさんの走りに見とれちゃいました。それより、レースも無事走り終えたんだし、トレーナーになんかおごってもらおうぜ。問題ねえよな、トレーナー。お花さんに立て替えてもらわんといけん、また。問題ないよ。ね、レース後じゃけんね。思いっきり食べられるね、マックイン。本当じゃね、ゴルスちゃんもちょっと悲しそうじゃね、本当に。私は、その、遠慮しておきますわ。うん、あ、下月さん、ありがとう。また遊びに来てね。ありがとうだ。ありがとう。有馬記念だって控えてますし、走ったばかりでお腹も減っていませんから。あ、私、おばあ様に電話をしないと。お先に失礼しますわね。皆さん、うちゃん、本当に本当に申し訳ありませんでした。マクイーン、ちょっとわざとらしかったか。つかあんたマジで演技下手だな。ごめんなさい、ごめんなさい。頑張ってみたつもりなんだけど。ね、追いかけて声かけるべきなんか、時間を置いた方がええんか瞬時に思いつけない自分が情けなかった。お邪魔する。あ、オグリー、オグリちゃんじゃん。おー、オグリじゃねえか。お前も応援に来てたのか。世話になったチームの後輩が走るとあってな。ところで主役の姿がないようだが。あ、それがね、何かあったみたいだな。聞かせてもらってもいいだろうか。あ、なんか音が聞こえるけど。ん？シャルちゃん？あ、私かな。あ、大丈夫かな。あ、いや、なんか私が音入ってます。シャルルンかな。うん、待ってね。うん、大丈夫そう？大丈夫かな？うん、うん、聞こえなくなった気がするね。オグリキャップにこれまでの経緯を伝えた。チームの解散の危機から始まり、それを乗り越えメンバーを集めたこと、期待のかかった秋の天皇賞で膠着し、名誉挽回のチャンスとして走った今日のレースで4着という結果だったこと、まるで噛み合わなくなった歯車のような、そんなマックイーンの現状を。なるほど。私はマックイーンの考えてることがなんとなくわかる。彼女は今全ての期待に応えなくてはいけないと思い込んでいる。ね、私にもそういう時期があった。いい結果がみんなの期待を生み、いつの間にかその期待に応えようと自らを縛りつけてしまう。結果、期待が大きくなればなるほどそれを障害と感じてしまうようになるんだ。おぐりちゃんの話もこんなに重かったんじゃね。自分もね、経験してるもんね。期待を障害に感じてしまう。今このチームがあるのはマックイーンの活躍があったからに違いない。メンバーのみんなは彼女の活躍で集まり、彼女に憧れて一緒に走り続けてきた。メンバーだけじゃない、
私自身もマジロマックイーンの活躍に喜び、彼女が走るたびに期待をかけていた。そうした思いをマジロマックイーンは理解し、期待に応えなければと一人必死にもがいていたんだ。そんな時、期待を障害ではなく力に変えてあげるのがトレーナーの役割なんじゃないの？期待を力に、すごい大変、大変だよ。多いなー、多いよー、多い。そうじゃね、ベテラントレーナーさんは。ねえ、オグリ、あなたはどうやって期待を力に変えたの？先生はあなたに何をしたの？別に教えてもいいんだが。ドラゴンさん、ありがとうね。達也の弾丸ドラゴンさん、ありがとう、遊びに来てくれて。おやすみなさい。またね、2章、3章、4章ってやっていっけんね。また遊びに来てね。君とマックイーンには、君たちだけの関係性があるはずだ。私の時と同じやり方をしても、意味がないんじゃないか、と、私は思う。うん、二人の私たちだけの関係性、先生のような経験もスキルもない私を、マックイーンはずっとトレーナーとして認めてくれていた。どうしてマックイーンは私を信頼してくれているんだろう。彼女のために私ができることは。ねえ、オグリちゃんすごい大人。その迷いのない返事、サブトレーナーの頃から変わらないですわね。いつだって私たちのことを一番に優先して。ね、そうじゃね、私にやれることはそれだけ。どんな時でも馬娘に寄り添い、信じて支え続けることだけ。マックイーン探してくる、うち。私は商店街とか運動場、駅前あたりを一緒に行こう。3人で探しに行こう。私、マックイーンさんが学園に戻ってないか確認してきます。私はレース場の周辺を探します。じゃあ私は神社周辺に行くね。ねえみんな、行こう。私たちのチームのエースを今度は私たちで支えるんだって。わあ、すごいいい話しちゃった。やべえ。第13話、おかえりチームのエース。あ、むいちゃんごめん、ちょっと一瞬かわやいってくるね。ごめんよ。いいよ、ちょっと待って、休憩しよう、ちょっと、えいえい。すごい怒涛のストーリーじゃね、本当に。いや、本当に。いや、これがのフィクションじゃないのが本当にびっくりじゃね。ね。本当にあった。本コアだよ、本コア。本コア。ね、本当に怖い話じゃね。その、本当よ。ね、レースに勝つためだけに、その、縛られすぎるとね、さっきみたいな社交になって、うん、ね、失格になってしまったりとか、やっぱりすごい、奥が深い競技じゃね、競馬って。なあ、広島の方ですかってコメント来てる。あ、うちね、中国地方はちょっと点々としとって、ちょっといろいろと混ざっちゃる、混ざっちゃる。山口より弁よりかな、山口弁よりかも。私はね、配信の時は結構意識して標準語喋ってるけど、なんか正月明けとかやばかったよ。九州弁です。どうただいまたー。おかえり、おかえり。ほいじゃほいじゃ、第13話おかえりチームのエース始めるよ。始まるよ。2期と比べると、ただいまたよ。これ2話と3話の間ぐらいの話なの、大体時系列的には。ああ、そうなんだね。ね、同じではないけどね、多分、レースの、あたりの。大変じゃあ。
あ、いいね、九州人。九州最高。何が最高かって、マカッちゃんがうまいことですね。マックイーンと2人で出発したこのチーム。はい、リー、彼女の活躍は、見る人の心を動かし、彼女に憧れ、彼女に夢を重ねる人たちの輪は広がり続けた。そんな人たちの期待を一心に受けて、メジロマックイーンは走り続けていた。マックイーン、よかった、見つかって。ドレーナーさん、なんだか前にもこんなことがありましたわね。私がくじけそうになっていると、こうしてトレーナーさんが駆けつけてくれて。変わっていませんわね。私たちに真摯に向き合うその姿勢。うちにはそれしかできんけん、それでも気づけてないことがね、多すぎるね。本当に気づけちょらんけん、あなたのことをね、期待という障害で縛りつけてしまったよ。でもね、うちやチームのみんなはね、これからもあなたに期待しとるけんね、期待し続けるけん。レース中、あってはならないミスを犯した私をですか。そのせいで期待を寄せてくださった皆さんやトレーナーさんにまで迷惑をかけた私をですか。ね、そう、それでもね、うちらは期待しとるけん。ね、BGM がエモいよ、ここ。ね、ほんとさ、ね、たとえこの先、あなたが大きな失敗をしようとも、くじけてしまうことがあったとしても、私たちは、あなたに期待し続けるし、あなたのことを信じ続けるけん。私たちがあなたにかける期待は、レースの結果で、コロコロ変わるような薄っぺらなものじゃない。オグリのラストラン、世間からはもう勝てないのではって言われちゃったよ。でもチームのみんなは最後までオグリを信じちゃったよね。結果じゃない、いつまでも信じたくなる、夢を見たくなる、エースっていうのはそういう存在なんじゃから。エース、いつまでも信じたくなるような存在。私も皆さんにとってそんな馬娘になれていますか。チームのエースとして皆さんに夢を見せてあげられていますか。当たり前じゃ、当たり前じゃよ、当たり前だよ、当たり前だ、当たり前だ。ちょっと待って、やばいって、ちょっとやめてよ。あマックちゃん、ちょっと音読できんくなるじゃん。もう一心に背負っていたプレッシャーを吐き出すかのようにマックイーンも泣き続けた。あの、ただいま戻りましたわ。あ、帰ってきたか。おかえり、マックイーン。ねえ、2期の12はほんとつらかったよ。12はほんとに、もう、ねえ、メジロ家の馬娘に弱さしちゃって、すごいよ。おばあ様が知ったら大変だよ。心配したぞ、マックイーン。おぐりちゃん、おぐりちゃん、レースで負けた上にご心配をおかけして、なんと申し上げたらよいのか。おいおい、そうじゃねえだろ。私らが聞きたいのは、そんなしけた言葉じゃないっての。ちょっと何を。かわいい、ダメ、もう、ほら、高らかに宣言しろって。何を言うために戻ってきたの。変わらん。
たまらん。私はこれからも胸を張って走り続けます。ゴルシのこういうとこ好き、本当に、もう好き、切れそう、好き。切れてる、切れてる、皆さんの期待を背に受けて切れるよ、こんな格好だったら。チームのエースとして頑張れ、マックイーン。いや最高かよ、ずっと信じてます。最高だよ、この笑顔、やばい。今のマックイーン、ちょっとかっこいいよ。マックイーンちゃん、これからもずっと一緒に走ろうね。期待を力に変えることができたみたいだな、マックイーン。もう宣言は済みましたから、早く降ろしてくださいませ。この絵すごくいい、すごくいい。その日のトレーナー室は夜が深まるまで明るい声が響き渡った。それから1ヶ月後、寝て過ぎたら切れるよ、切れちゃう。緊張してきた。なんで、え、これもしかして緊張しちゃうんだろうね。有馬記念、それは九年さんの書いてあるくださっている証拠ですわ。そしてその思いが私の背中を押してくれています。行け、マックイーン、グランプリウマ娘の栄光を勝ち取ってこい。頑張れマックイーン、頑張れマックイーン。行ってきますわ。今の君が一番最高だよね、一番最高。マグリキャップが奇跡を起こした有馬記念、その翌年の同じレースで私たちは新たなスタートを切った。今年最後の大一番、グランプリレース有馬記念、今スタートです。ジュニアナイトストライカーさん、歴史に残る有馬記念。ある意味、ある意味ってのは何だろう、心配。ザクザクしてきたよ。姉ちゃんもおる。本当だ。皆さんの応援が私をまた一歩前へと押してくれますわ。ねえ、和光さん、うちも続々してきた。ちょっといい走りだね、マックイーン。春の天皇賞の時と同じ、それ以上かも。調子はずっと変わってません。ただ皆さんの期待と歯車が噛み合わなかっただけ。姉ちゃんいたね。ねえ、姉ちゃんとレアイアンちゃんがおるね。グランプリの栄光はもう目の前だ。残り300m。 しっかり噛み合った今の私ならきっとここでメジロマクイーンがラストスタート。前との距離が一気に縮まる。すごい迫力じゃね、このアニメ。かっこいい、かっこいい。すごい悔しさが出てる。おあ、抜かれちゃう。頑張れ、マックちゃん。どうなったの、どうなったの。なんでここでコネクティング、ホワイトアウトすんの。まさか、まさか。エラーが起きてる。エラーかーい。あと、ラスト14話、ラスト、アンマかけるウマ娘、メジロマックイーン。あ、いいよ、ちょっと待ってく。いらっしゃい。行きまーす。ねえ、チャルゼットさんね。もう。ねえ。ツーシーラーくんさ、ほんとにさ、もうタイミング考えて。ねえ、和光さんね、うちもためじゃと思っちゃったよ、ため、すごい。ねえ。レース後の展開になるのかなって思ったら、まさかの。ねえ、ツーシーラーかーい。14話始まったら多分あれじゃね。今の続きからじゃろうね。そうだね。
ライブ、最後のライブ、もうてか第一章からもうさこんなにこんなにこんなに濃いんじゃねーねー。いやもうなんかもうさ誰か書いてくれてたけど、うん、2章以降借りるよって言ってたけどちょっとねやばいと思う。でもうちらだってアニメの2期乗り越えたんよ正直。そうだね、うん、あれ超えるのはなかなか、あれ結構大変だったよ。あれ、うん、あれ以上じゃったらちょっと、もう、あの、死んでしまう。死んでしまう。うん。本当に。もう、あの、心が耐えきれん。あれ以上辛いことあったらもう。ねえ、もう。あれは乗り越えてたというのか。乗り越えてたわよ。もう、12話が一致辛かった、本当に。2章以降は全部バスタオルがいる。でもみんなそうやってね、ハードル上げてから嘘じゃねえって言っちゃって、嘘じゃなかったからさ。そう言うて、そんなことないんでしょ？ないんじゃって思っちゃったのに。だってうちさ、最初絶対な大丈夫って言っちゃったのにさ、あの、序盤の姉ちゃんが頑張ってるところでもう泣いちゃったもん、うちも。序盤も序盤でさ、あの、帝王ちゃんがあのレースに出られんかって時の、ね、みんながあの帝王がいないからってそのつまらんレースに戦争ってすごい頑張っちゃるところでもうち泣いてしまったもんだってね。あの三冠いけなかったやつ、あ、そう、春だっけ、どっちね、なんか大事なレースのやつでね、うん、うん、私だったらそこ出てこうねーって、ようちゃんが外でねーそう見ながら、あーそこも辛かった、泣きながら、うん、テルゼタさん全部ボロ泣きして脱水で死にました。どうすしてくれるんす。おまたへ、あ、おかえりー、アイリー、あ、2話の喫下症ギュウギュウさん、それそれ、あれすごい好きなの、うち、あの姉ちゃんがね、あの芝に転がってあのクソって悔しがってるところでもうボロ泣きじゃね、あれ本当に、はい、じゃカルちゃん戻ってきたけん最終話行くよ、花かける馬娘目白マックイーン、ティーオールさんね、それそれ、言わせないってやつすごい好き、あれ。皆さんわざわざ迎えに来てくださったのですね。2着惜しかったな、けどいい勝負だったぞ。2着だったんじゃん、2着だったんだ、いやー、あー、そしてショックでカルちゃんがショックでそんな、あそこまで行ってマックイーンちゃんダメだったの？もう一人並んでた子だったんだね。あー、で、ネイチャちゃんが3着じゃったんじゃん。3着1回目今日は相手が素晴らしいね、あのすごい素足でグッて追い上げてきちゃったもんね。うん、ね、それは間違いありませんわ。調整も完璧でしたし、勝負どころでの集中力もすごかったです。うん、今日のレースに関しては私の力負けでした。大優作アニメでは大三元って名前になってる。大三元100万です。どこの回ったんだよ。3万2000です。で、昨日のあの家族ちゃんとも思い出す。おー、まだ赤いっぱい出たからね。うん、その割にはすっきりした顔しとるね。とても実りの多いレースでしたから、今の私に足りていないもの、今後鍛えていかなければならない箇所。白いオーラ出しちゃった子なんじゃ、あーなんか出しちゃった、なんか記憶にあるよ、なんか一人だけなんかの記
気合が違う、こうおったおった身勝手の極意発動してたねえ、言っちゃった言っちゃったねそれに、それにジャパンカップの時とは違い、納得のいく走りはできました。そうなんよね、本当に全力を出すけったらもう悔しいとかじゃないよね、もうスッとする、それはすごいわかる。トレーナーさんの、そして皆さんの期待を力に変えて全力で走れましたわ。次も頑張ってください、マクイーンさん。え、もちろんです、期待してますよ、エース。また素敵なレースを見せてね、マックイーンちゃん。ほんと、マックイーンちゃんつきものが落ちたみたいな、ずっと優しい顔になっとって安心じゃね、エースの名に恥じない走りをお見せいたしますわ。あーし、そんじゃレースも終わったことだし、トレーナーのおごりで飯食いに行くぞ。任せて、こんなこともあろうかと。もう貯金も下ろして、バッチリだよ、バッチリだよ、バッチリバッチリだよ。言いましたわね。いや、言いましたね、むいちゃん。今日までレースのために食事制限をしていたので、お腹がペコペコですの。私たちの底知れぬ食欲をみっちりと教えて差し上げますわ。なんかすごい怖い怖いよ。ペロペロペロピンク。大友さん、あ、千葉さん、よかった、ありがとうね。遊びに来てくれてありがとう。またね、二章三章やるから遊びに来てね。ねえ、パクパクされちゃうね。うん。大優作の調教師さんは絶対勝てる自信があって、清掃してきたってもすごい価値格じゃない。すごい自信じゃん。ったんだね。あ、そうだ、せっかくだからオグリやライアンたちも呼ぼうぜ。ちょっと待って、ちょっと待って、ライアンちゃんも来たらだってドーベルちゃんも来ちゃうじゃん。ケチケチしない、さあ行くぞ。行きますわよ、トレーナーさん。めっちゃ財布が、あ、でももうこの笑顔のためだったらもういくらでも出すよ、もう。あ、そうね、出しちゃうね。オグリキャップの奇跡の有馬記念から始まった新生チームシリウス、新米のトレーナーと新米のエースが不器用ながらにひたすら走り続け、ようやく一つのチームを形作った。まだあの頃のような立派なチームにはほど遠いけど、そこには先代から継承した思いがしっかりと紡がれている。皆さん、行ってきますわね。頑張れ頑張れエース。見事連覇を果たしたらスイーツ食べ放題だってさ。うちこれ大丈夫なんじゃろうか、ちょっと請求書が山のように来たそうなんですけどねえ、ちょっとおくりちゃんが一番大変そうね。いや、やばいでしょ。一人で一個分体ぐらい食べそうよ。ねえ。まだ行っちゃダメですよ。マックイーンちゃんの集中力が切れちゃう。気合が入るかなって思ったんだけど、逆効果だったか？エース、集中集中。そうですわね。集中。レイオーと勝負したとこなんか。シーチュー。はははかわいい。僕が、どうしよう、ハル。マックイーン、相手は無敗の馬娘、東海帝王だよ。うわぁ。これまでのレースぶりから見ても、相手の強さは本物だし、裏付けるようにこのレースの一番人気に押されちょる。けど、それでも勝つのはあなただよ。任せてくださいませ。今の私は、皆さんに背中を押していただいて、天までも登っていけそうな気分ですわ。うん。あ、猫さん、マイマイ、ガンマイ、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。
今クライマックスだよ、クライマックスね。アニメとはちょっと違った描き方だね、本当に期待しとるけんね、エース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 いつのアニメになっちゃうの、ね、これはあの2期のあのシーンにつながるんじゃね。ああそこかな。かわいい。おめでとうマックイーンさん。かわいいな。感動です。やっぱりすごいな。うちのエースは。いいエースね本当に。ありがとうございます。皆さん、私はこれからも皆さんの夢であり続けてみせますわ。これはまさか？にゃあ、通信エラーくん。あ、ずっといたね。おー。レッツゴースタート、駆け抜けて、今のこの時代を。さあ、輝こう、もう初めて聞くかも。うちもこれ初めて聞く。ついていくエース本当に好き。もうもういいよ終わらないんだけど。このエース考えた人すごいよ。最高最高だよ。拍手拍手パスパスパス天使。有料と思うじゃないですか。これ無料コンテンツなんすよ。なんだって なんだってすごい終わっちゃった。最高だった本当に。面白かったね。面白かった。ピーオルさん書いてるけどこれ以降のがメインストーリーやべえって本当。これ以上のもの作れるの人に。どうしよう次にしよう。ライスちゃんじゃん。わあ、いや、ないああ、もう、やばいのが。もう、やばい。もう、やべえよ。もう、やばい。名前だけでもう。三人がボロボロになる。これ以降はね、うちも処刑になるから、ちょっと、わかんない、ほんとに。ライスってだけで泣きそうになるのがもう、やばいよ。ねえ、ライスさんのアニメの2期の話もすごかったもんね。ねえ。ライスは、いるじゃない
ヒーローだっていうとこ。あーブルーボンちゃんのねパソコンとか、ね、すごいよかった。あ次回はいつの予定。ね二人、明日はどう？明日はね、空いてる。さあ、わからないね。うん。明日21時以降なら、うん、いける。体調次第ってなりますかね、私は。夜もしかすると出かけなきゃいけない可能性が。ビレゾン。じゃあ。まだわかんないんだよ。確定じゃなくて。うん。じゃあ、一応また今週にね。次のねパート2じゃないけど第2章やりたいなって思っとるんじゃけど、ちょっとその前にねあれじゃね25日の宣伝を先にしときたいね。あっち、うんうん、ちょっと待って、ざわ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 、なんだろうな、なんだろうな、じゃじゃーん、25日はねあれじゃね今度ね、シャルちゃんの枠で、ウマ娘の育成は、のやつ、アオハルハイ。タマムクロスちゃんのね、第2回始まるよ。めっちゃありがとうだ。うん。今ね、ちょうどその、アオハルハイね、初めてやって、の正月のタマモちゃんの育成をね、そうやってて、今、クラシックもね、ちょうど夏合宿で、止まってるから続きをね、やろうと思ってます。うん。いいね。ねえヘイストラさんね、これリアル系は本当にうちも好き。これめっちゃ気になるもんすごい躍動感がある。どうしようかな。あ、おうさんこの日誕生日なんだ。25日誕生日なの、おめでとう。おめでとう。お祝いしなきゃ。ねえしなきゃ。ちょっとうちも25日はシャルちゃんの方のこっちのねタマちゃんのアオハルハイ応援しようと思っております。いや私もちょっとタマモちゃんね弾けなかったからねブーイングしに行こうかと思いますストーリーね楽しんでもらってドヤ顔でドヤ顔でお届けするぜあー、うん、私100連ドブったのにタマモ100連ドブったのにもうでもこれちゃんと目標達成しないとやばいね。そうだね、クリアしていかないと。いや、アオハルハイ大変じゃよ、本当に。うん。うつも、遅れちゃうんですごい、一生懸命頑張っても、やっぱりチームで勝たんといけんからっていうのでね、すごい。ね、うん。遅れちゃんが一生懸命勝っても、やっぱりチームで負けてしまうと、やっぱりアオハルハイ勝ったことにならんってやつだったから。難しいよね、あれ、育成のね、やり方とかね。ね、すごい奥が深いんよ。和子さん100連の10連目でできた、できたよ、うん、出てきたやつとは聞きたくねえな、うん、出てきたんだ 100連しても出なかったよって言ってあそうだよねって言ったけど出たんだふーんそうってなるよ優秀いにさんありがとう遊びに来てくれて。ガチャは渋い。まだ遊びに来てね。言ってるけど、ありがとうね。ね、こんなこと言ってるけど、カルルンはマックインちゃんのね、もう一本の方持ってるからね、絶対許せない。ノーマルじゃないもん。ノーマルじゃないもん。それはそれで許せないよね、本当に。許せないよね。ほいじゃほいじゃ、ね。もう気がついたら2時間半やっちゃったね、なんか。1時間ぐらい、なんか体感としてはイメージしちゃったんじゃけど。ねえ、みんなでね、ガチャする配信したいね。ねうん。はい。ねえ。じゃあ、ほいちゃん、そろそろじゃ締めの方に入ろうかなって思います。はい。はい。ここまで配信見てくださって、どうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。それとね、今日遊びに来てくれた、ヒソラシャルトちゃんとね、KRT カルトちゃん、お二人もね、すごい、今、シャルちゃん、ウマ娘の配信しとって、
カルちゃんもこれからね、なんか馬娘の花を配信ちょっとやろうかなってお話ししちゃうから、ぜひね、こちらさんに応援してくれたらなって思います。概要欄にね、Twitter と YouTube の URL 貼っちゃるんで、ぜひぜひお二人のフォローとね、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。お願いします。あのね、今さっき気づいたんだけど、多分今日ここに来てくれたかったな、うん、あのチャンネル登録してくれて、ちょうど無事今300人にいました。私おめでとう。やったー、カルちゃんおめでとう。だけどありがとうだ、改めてね、すごい嬉しい、私すっごい嬉しい。やったよっしゃ あと700人かき集めて収益化だ、みんな頑張ろう頑張ろうありがとう。みんな、あとアカウントを1個作るんだ。ね、今年はね、今年はメンバーみんなでね、1000人登録行くのが目的じゃもんね。そうじゃねー。頑張らないとね。頑張らんとね。ほいじゃほいじゃ。今日ね、遊びに来てくださった方のお名前、ご挨拶させてもらいます。ギャラクシーさん、初見さんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。アフマルライダーさん、初見さんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとうね。アンさんも遊びに来てくれてありがとう。ヒイラギニロギさんも遊びに来てくれてありがとう。ツヨシさんもね、遊びに来てくれてありがとう。お初いね、返事してくれてすごい嬉しかったよ。越後さん、初見さんいらっしゃい。しんちゃんさんもね、初見さんじゃ遊びに来てくれて本当にありがとう。メタル T2 さん、前回もすごい遊びに来てくれてありがとう。またね、2章3章やっていくからね、遊びに来てね。マリアさん、初見さんいらっしゃい。またね、遊びに来てくださいね。初見さん、アリュウさん、初見さんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。またね、遊びに来てください。ゼスビツバーサモンドスワグピノスさん、初見さん、遊びに来てくれてありがとう。また遊びに来てくださいね。おばけちゃんさん、初見さんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。初見さん、イレイザさん、遊びに来てくれてありがとう。初見さん、スールさん、遊びに来てくれてありがとう。ラクちゃんも、すごい遊びに来てくれてありがとうね。初見さん、白黒ミヤさん、遊びに来てくれてありがとう。鉄板オーバーさん、初見さんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。うちら3人のことぜひよろしくね。我が輩は熊であるさん、遊びに来てくれてありがとう。今度ね、落ち葉のメインストーリー一段落したら、ヘイローちゃんね、育てる系また、応援コメントお願いね。ナコブルーさん、応援ありがとう。初見さんね、また遊びに来てね。ナモナイルローニさん、遊びに来てくれてありがとう。またね、メインストーリー次ライスちゃんじゃから遊びに来てね。小林デスさん、遊びに来てくれてありがとう。今日すごい楽しかったね。またね、3人で2章とかやるけん遊びに来てね。下月さんも遊びに来てくれてありがとう。またね、2章とか3章やるから遊びに来てね。達也さん、弾丸ドラゴンさん、遊びに来てくれてありがとう。ね、また3人でね、メインストーリー読んでいくけん、遊びに来てね。骨の人さん、コメントいっぱいくれてありがとう。すっごい楽しかったね。フェイシングさん、初見さんいらっしゃい。うちらね、こんな感じで、馬娘でね、遊んじょったりするから、また遊びに来てね。おさっちさん、遊びに来てくれてありがとう。
またね、あの配信するけん遊びに来てね。わたげさん、遊びに来てくれてありがとう。またね、あの1周年記念なことでね、ご相談したいことあるからね、また相談させてね。ルーズマリーさん、遊びに来てくれてありがとう。 KNNK さん、初見さんいらっしゃい、また遊びに来てくださいね。ティーオールさん、今日すごいいっぱいコメントくれてありがとう。3人すごいとっても楽しめたんよ。またね、メインストーリーやるとき遊びに来てくださいね。ジュノナイトストライカーさん、遊びに来てくれてありがとう。月城さん、初見さん、遊びに来てくれてありがとう。遊び人の銀さん、初見さん、遊びに来てくれてありがとう。めっちゃ嬉しいよ。ユージ H さん、初見さんいらっしゃい、遊びに来てくれてありがとうね。キュウキュウさん、初見さんいらっしゃい。あのまたね、次配信するとき告知するけん遊びに来てね。月の輪灰色さん、遊びに来てくれてありがとう。にゃんこさんも遊びに来てくれてありがとう。めこさんも遊びに来てくれてありがとう。テルゼットさん、コメントね、ありがとう。あとね、アーカイブにもすごいコメントくれとってありがとうね。あれね、お返事したかったんじゃけど、ちょっとうちの方でちょっと見つけられんくて、もしね、あの表示見つけられるようになったらね、お返事書くけんちょっとね、待っちょってほしいな。マサさん、初見さんいらっしゃい、遊びに来てくれてありがとうね。ヨウタロウさん、遊びに来てくれてありがとう。初見さんじゃん、またね、遊びに来てね。ハタタコンさん、ありがとう、遊びに来てくれて。ヘイヒトラさんも遊びに来てくれてありがとうね。今日すごい楽しかったね、すごい。ゴルスちゃんがすごいフリームだっちゃったが。ナオキチさん、コメントいっぱいありがとう。ホトケントさんもね、すごい。応援コメントありがとう。すっごい楽しかったよ。ナチさんもありがとう。またね、告知するけんね、遊びに来てね。ワコウさん、すごい。めっちゃ盛り上げてくれて、本当にいつもいつもありがとう。またね、あの、25日にはあの、シャルちゃんの配信の時とかに応援に、あの、応援とね、あの、ワコウさんのちょっとお祝いに遊びに行くけんね、待っちょって。キューゲンさんもね、遊びに来てくれてありがとう。はい。ごめんなさい、すごいちょっと長くなってしまったんですけど、これで、なんとか全員分読み上げられたかなって思います。ありがとうございます。もし、漏れがあったら、ごめんなさい。そして、お気づき、もうね、みんなお気づきだと思ってたね。まあ、気づきだと思ってたね。おめでとう。おめでとうだよ。600いっちゃるの、本当に。やっちゃう。ありがとう。すごいよ。ねえ、ありがとう。みんなの応援のおかげじゃね、すごい。ありがとう、うん、おめでとう、おめでとう、嬉しい、めでたすぎる、うん、後でね、すぐねるちゃんに報告しに行くっち、いいね、うん、ほいじゃほいじゃ、あのじゃあ次の2章に関してはあのね、あの早ければ明日なんじゃけど、ちょっとカルちゃんのね体調のこともあるから、あのツイッターでまた改めて告知、うちね、お初入れ、一緒にあの、配信の告知するけんね、朝の時間帯、ツイッターちょっと、覗いてもらえて、もらえればいいかなって、思います。はい。はい。カルちゃんはなんか、宣伝大丈夫？なんかある？あー、いや、まあ、まあまあ、2月の頭に、周年記念が多分あるはずっていうぐらいですかね。あー、多分。え、もうすぐじゃん。そうなんだよ、実は何も考えてないんだよね、うん、どっちもとりあえず体調をね、良くすることを、そうだね、大事に、うん、無理しないでね、はい、頑張ります。うちもちょっとね、あるぞね、その件に関してはちょっとねるちゃんと準備して、ちゃんとしっかりした形でみんなにご報告できたら良いなって思います。はい、
いじゃほいじゃ、これで配信ね終わろうと思います。あ、みんなね、すごいいっぱいコメントありがとう。本当にシャルちゃんのおめでとうコメントに、どちらのね達成おめでとうコメント本当にありがとう。後でね、すごいちゃんとじっくり見返させてもらうね。ありがとう、ありがとう、 Thank you。 うん、ナオキスさんありがとう。感想に気をつけるね。ほいじゃほいじゃ、じゃあ、今日の第1章メインストーリーのね、同時視聴になるかなこれ。そうだね、同時視聴だね。うん、配信終わろうと思います。みんな最後まで応援どうもありがとうございました。ございました、ありがとうございました。ほいじゃほいじゃ、ね、うん、ね、めっちゃ楽しかった。じゃあ次の配信でまたみんな3人ね、3人ともっと大勢でね集まろうね。集まろう、集まろうわー、ほいじゃほいじゃ、みんなおやすみなさい、バイバーイ、お疲れー、バイバーイ、おやすみなさい。